あれですよね、体でっかくなったんですよ。そう、体でっかくなったのに、いまだに、なんていうの、小柄がついてるからすげえ弱えんだよ。それひどいっすね。小柄外してくんないですか、なんか。そう、小柄ついてるからダメージだけ高いのに、いまだにデブだからっていう理由ですげえレース弱くなっちゃって、その代わりでオクタンが、そのまあ自動回復もあって、かつジャンパで逃げれて、攻めれてみたいな、で高台にも行けてみたいなのが強いってなって。そうっすよね。そう。ジャンパットなんてみんな登れますもんね、だって。そう。これルール、なんすか、これなんかモザンビークって言われたんです、最初。ああ、最初にモザンビーク持ってるっていうだけ。だけっすか。ああ、そうなの、ね、うん、なんかそのルールとかない、特に。ああ、じゃあ逆で戻されてるわ、俺。あ、そうそう。まあ、2周年記念の、なんか、なんていうの、イベントで、3333ダメ出すみたいな、モザンビークで。みたいなチャレンジがあって、そうそう。まあ、それのためにみんなモザンビーク持てや、みたいな感じ。初動ぐらい。なるほど。使ってみたら、思ったよりダメージ出るんですね。あ、まあまあ。まあ、みんな初動相手もモザンビークだからね。ああ、そうですね。そうそう、まあ、だからダメージ出るけど、これをずっと持ち歩くのは結構きつい。ありがとう。これか。最近気づいちゃったんだけどさ、ハボック強くね？持ってないっす、ハボック。ハボック強えんだよな。なんと ライトマシンガン強くないと思ってた。ああ、強いな、確かに。ハマポ、あるよ。てか、なんか救急あれが多分、最速かもしんないですけど、救急タイム。あんま変わんないですよね、なんか調べてみたけど。気になって。そんなに違わなくね？救急多分、キルタイムそんな速くないよ、確か。そうっすよね。うん、じゃあ違いがそんななくて、この程度だったらちょっと、ね、うん、俺だったら当たる方が良くないみたいな。そう、救急当たんねえんだよな。当たんないっすよね、あれ。当たんない。あれ用じゃない。オルタネタめっちゃ当たりますよね。オルタネタめっちゃ当たるけど押せんだよな。スピットファイヤーかよってくらい押せんだよ、あれ。スピファ超強いんだけどね。いや、エヴァ使うか。難しいんだよな、あれ。エヴァ？いや、なんか強いって聞いたんで、使ってみようと思ったんですけど、当て続けるのがマジで難しい。エヴァ、うまい人はうまいけどな。いや、マスティフ使うかいいか、俺、とりあえずは。普通に、逆立たなそうだと。エヴァ、むずいよな。出た、アンビルレシーバー。ダメージじゃなくない？エヴァ。いや、そりゃ当て続けたら、でもあれもやっぱりマウス用の武器かな。マジでカスダメしか出ないんだよな、あれ。7って。ちゃんと当てたらすげえんだろうけど。そうそうそう、ちょんと当たんねえんだ、あんな。おアイス君、エペやりてえんだ。あ、全然僕ありますよ。あ、じゃあスイッチ、スイッチだからできないって。うん。出たらってことですかね。そう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 。見ました、あの PV。あの、PV っていうか。見たー !PV ってか、忍耐でしょ？うん。今日、あの、家帰ってきて嫁と二人で飯食いながら見たんですけど、エイペックス、あらって呼んで。改造めちゃくちゃ避けたなって。ギザギザだったよな。いや、でも、あのフレームレートの方を優先したんだと思って、なんかちょっと好感持ちました。ああ、なるほどね、画質よりね。そう、画質より、そうそうそう、そっちの方だよねって、やっぱ。さすがに半分はきついよなと思って。
カクカクでやるのきついもんな。さすがにきついです。どっちかっつったらフレームレートを優先する。画質とかだから。FPS でラグあるだけで結構違うゲームだもんね、ほんと。いや、ラグ、まあラグっていうかフレームレートはやっぱりやばい。全然違う。カクカクだもんな。あ、マースティーフ。使えねえんだよな。てかなんか、乃木坂さんにも見てもらったけど。うん、違う、もう遅いんだよな、多分これ。老戦士なんですよ、俺ずっと。ああ、反応か。あの、初期なんですよ、ほぼ。どのゲームでもそうなんですよ、俺。振り向いてすぐバンって打つのあんまやりたくないなと思って。てか、そんな状況になんねえ方がいいんだよな、ほんとは。後ろにタンクみたいな。いや、でも、しょうがないけどな、もうそれはもう。なっちゃったら。なんかそう。まあもちろんね、ならないに越したことないけど。なるぜ、この。なんかフリックとか言うじゃないですか。こう、なんか瞬時にこう、はい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 。あれかっこいいけど、博打じゃないですか、あんなん。それだけまとめてクリップにしたら、なんかまあ、うまそうに見えるけど。もう大会でもそれやんのみたいな。何の音これ。これ積極的に開けろな、これ、起爆ホールド。ああ、開けてます、開けてます。てか、なんか、これは固定なんすよね、実は。固定、場所固定。場所固定っすよね、これ。うん。やってる。行く。あの、全然見えない距離。でもやっぱり、新手。PS4 とか持ってないけど、Nintendo Switch は持ってますって人いっぱいいるから、Apex 盛り上がるんじゃないかな。まあ、Fortnite とかそれで盛り上がったもんね。そうっすね、やっぱり。ここね。はい。向かう。なんで？行くよー。はい。わかんねえ、どこや。足音が聞こえないけど。ああ、すぐやらされちゃった。削った。逃げてた、どこや。一人やりました。ナイス。もう一人いる。この建物の中にいる。ああ、ごめん、殺された。逆らされた。いや、降りてる。上？下？上？一人奥。やった。今日来てませんこれ。来てる。まだ来てる。うん。は？中いる。あ、窓から撃たれてるのか。そう、外。下手くそだった。待ってろディキャット。いやー、そう外か。ありがとうございます。ちょっと待って、いや大丈夫なんですか。見えねえ。どこや。何クレーバーで抜かれた。うまっ。いや、グレ。また。頑張れ。ナイス。待って。後ろ。あー、もう。あー、頑張った。もう一発あったにな。くー。めちゃめちゃ多いですね。めちゃくちゃ多かったな。漁夫の漁夫来たね。ダメでした。
ごめん、俺がクレバー抜かちゃったな。うめえな、あの距離クレバー抜くの。すげえな、ヘッショ。そっか、頭即死か。そう、頭即死なんだよ、これ。しょうがない、しょうがない。ドゥドゥすごいなんか、西部感あふれる曲になったよな、ロビーの音楽。あれ変わってますこれ。あれ変わってない。あ、いやでも、シーズン8から。あれ、元からこんなになったっけ、違うか。ランダムにしてるんで、わかんないです。戦場で戦果を上げてきた。このゲームっていくつからできるの？年齢。どうなんですかね。まあ、血とか出ないけど。デューティーとかだいたい R 指ですけどね。だいたい15で、だいたい15だよね。うん、だと思いますよ。でもめちゃくちゃ子供やってるよこれ。ボイチャで来るけど。アイス君とかゴリゴリ小学生だからな。あ、なんかゴリゴリの。あの、カズイさんから聞いた俺。小3とか小2とかだよ。小学生絶対ダメだろ。小学生コミュニティ取りたがりますよね。なんか、チャットとかで。ああ。俺もなんか、あの、YouTube で、その、小学生のファンがついて、なんか通話しよう、通話しようって言われて、なんでそんなに何がしたいのって思って。しかもなんかゲームをしたいわけじゃなくて、なんかゲームを使ってコミュニケーションを取りたいみたいな。ああ、いや普通に多分やろうやみたいな思ったけど、刺激的なんじゃないやっぱり。ですよね。まあそれはあるか、大人とちょっと遊んでみたいっていうのは。そう楽しいんじゃないやっぱり。あのなんだっけ、高校生で社会人と付き合う、あのあーみたいな。そうそれは、でもさ、社会人金があるからさ、高校生よりも、そっか、そう、いい飯食えるとか、そういうのあるんじゃない？実際、そういう、急になんだお前は。そういう、あの、大人と会話したい人って結構なんか、精神で年齢が若干高い。普通の小学生より若干高いから、周りと話が合わなくて、大人と話した方が話が合うから楽しいっていうの純粋になるかもしれない。と思いました。誰なんだお前は急に。あ、どうもこんばんは。挨拶したかお前は。厳しい、インターネットよ。厳しいぞ。本当に。こんばんは。あ、どうも。はじめまして。お。よろしくお願いします。よろしゅう。ちょっと。今日もいい天気ですね。そうですね。いやー。俺マジでレベルだと下手なんだよなー。あ、しゃがみ打ちするってことですか。シンプルにそのなんかめちゃくちゃ当たる。え、でかいんすか。本当、いや、わかんない、なんか全然対面勝てない。あで普段ワットソン使ってるからだと思うけど、ワットソンとか自分使ってるからだと思うけど、全然打ち合い勝てないんだよな。あと、あのサイレンスに頭いっちゃうんだね。一瞬。ああ。サイレンス打てるって思っちゃうと、なんか負けてる。ダウンした。救援を頼む。こんな結構ガチガチの FPS っぽいゲームに、当たり判定の差がでかいんだよね。俺はそう思う。当たり判定の差は実際でかいですね。特に自分使ってるとマジで思う。ああ。それはめちゃくちゃ当てやすいなと思います、あれ。そう、めちゃくちゃ当てやすいよね、あれ。じゃあ、コンシューマー版だと、なおのこときついんじゃないですか、そういうのって。きつい。あー、まあ確かに。一回のマガジンの打ち合いで削れるようが、コンシューマー版の方が多いから。あ、スピットファイヤー来た。スピットファイヤー付き合うんだよな。スピファー強いよな、今。簡単じゃない？そして。簡単。一番。反動は簡単です。
ハボック使うか。ハボックのちなみに何がおすすめポイントなんですかそれ。対面超強い。マージンかな。リコイルがとかっていうのは違うんですか。なんかいやあのなんかさ中距離のリコイル超むずいんだけどハボックって。はい。こと近距離に関しては別にそんなレレレ打ちで全然反動間に合うから。ああ。なんか別にそんなに難しくない。ちょっと下押しながらレレレしてるだけで近距離バカ当たるから。まあさすがにボルトほどじゃないけど、でもタボチャつければ全然ハボックの強い。まあそれタボチャじゃが。あ、これは開けれる、あれ開いてるのかこれ。あ、ごめん、後ろ開けてねえや。こう開けれるんだよ、内側から。そっか。こうなっちゃうんか、俺も気をつけよう。あ、ヘム。いや、真逆じゃん。真逆じゃん。やべえ。いや、真逆じゃん。エリア。バカみてんとこいや。あれ、あやばい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 、飛ぼう飛ぼう。やばい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 。邪魔くそら、そら敵いねえわ。のんびりしよう。あれ、あれ焦ってる焦ってる。おつけおつけ。これ最短で入んの怖えな。とりあえず収容所行くか。APEX もいいけど他の APS も流行ったし APEX しかね今やる APS 確かになぁスペルブレイカーとかなぁ速攻で死んだからなFPS じゃないけどあれはいやでも面白そうだったんですけどねちょっと触ってみてなんかラグかったからアップデ待ちかなって思っちゃうとすぐやんなくなっちゃうんだよなぁすぐ滅びたなあれマジで友達なんかめちゃめちゃうまいやついるんですけどそういうシューティングゲームが、うんうん、30連勝してましたでも1マッチにつき4人ぐらいしかないんですよ人があ、まあ、さっき見たやつやーって言いながらぶっ殺しましたあ君ねーって言いながらあるそういうの仮想ゲーになっちゃうとで基本無料の FPS とか TPS ってめちゃくちゃ当たり外れられますよね。そうですね。ああ、すっごいある。そうなっちゃうこともあるのか。いや、だって出たんですよ。スイッチでもあの TPS のやつ。ちょっと面白そうだなと思って、はいはいはい、名前も忘れちゃったけど、あったんだけど、誰も話題にしてくんないっすよ、あれ。あれは、あの、なんだっけ。ああ、なんだっけ、忍者ら、忍者ら。忍者らは、忍者らはどう？なんだろう。こう乱闘してて敵に攻撃与えたり、うん、その設置してあるオブジェクトに攻撃与えたりするとポイントがもらえて、うん、最終的にポイントが多いやつが勝つゲームなんですけど、うん、まずなんかじゃんけんが始まるんですよあの特定の攻撃が勝ち合うと完全なじゃんけん、だからちょっと運ゲーがあってでそんなにやり込んでないんですけどあの、うん、武器が一番最初のバージョンなんであれなんですけど、ヨーヨーが一番強くてみんなヨーヨー持ってたマジで、マジでみんなヨーヨー持ってた。ヨーヨー以外は持ってなかった。あ、そう、近距離武器ばっかりなの？あれ？近距離なんかな？いや、とにかくヨーヨーが強くて、みんなそれ以外を持たなかった。だから、まあ、調整すりゃ次第なんですけど、あんまやんなかったな。でも、やっぱりなんだかんだ言って、あのビジュアルだ、ビジュアルだし、そんなんだ。まあね、スプラ系統でもあるよな。まあパーティーゲー感はあったから子供には人気なんかなって思ってるけど CM も打ってたしちゃんとねテレビ CM やってたでも7舞台なんだけどもえあさってたら7舞台になったんだけど、うん、何のためのレブラントなんだよ全然トーテム吐けねえあトーテム吐きなさいっていうデリーなんすかああそんなことはないけど使ってくれってだけですかなんだっけサイレンスを5人に当てるあデイリーじゃないこれウィークリーデイリーは全然関係ないデイリーなんだっけな全然見てないですねそういうのなんかなんでか知らんけど興味ないんだよへえ俺はあれかもバトルパス買ってるからかもしれない
そう、バトルパスも欲しくねえんだよな。見た目変わってもって感じちゃうんだよな。へえー。ああ、2倍欲しい。ああ、持ってきますよ。あいう。すぐ近く。大丈夫ですか。うん。ああ、でも。2倍欲しい。そうなのかな。こっちで音鳴ってるけど。みんなは。いや、なんか、格ゲーとか、その、なんか、普通に対戦して、ランク上がった、下がったっていうゲームしかやってないから、なんか別にこう、見た目関係ないじゃんみたいな。あ、格ゲーでも全然、興味ない感じ？格ゲーだって別に、ゲーセンでお金入れて遊ぶだけだったから、関係ないじゃないですか、これが。結構、でもこれでモチベーションに関わってくるんだろ、マジで。そう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 。結構そう思う。見た目かっこよかったりするだけで。あ、カラーもデフォカラーだしな、かける。見た目なんかどうでもいいっていう人、異性そういますよね。まあ、性能差関係ないしね。それに金払うくらいならっていう気持ちは全然わかる。気持ちは全然わかる。そう、他のゲーム買っちゃうんだな。わあ、そっかそっか。あ、ここ。はい。戦いに行きます？対面だろ。行きましょう。じゃないと俺も打ち合いに練習になんねえ、これ。ギョフレギョフレギョフレ。あ、ちょ、待って、行く。行く。俺も。これ立ち回りわかんねえ、これなんか突っ込むだけ、これ。あれ。意味不明な立ち回りした。待て、これ、ボケ。降りたぞ。下に降りてたぞ、どこだ、あ、下か。ああ。ああ、あと一発、あと一発です、あと一発です。ずっとヘブロティックで撃つんじゃなかった。ナイス。どこ。倒した、終わった。あ、終わった。最後の一人しとめた。あ、俺92ダメ。92ダメ出しただけだぞ、俺。マジで何もしてないわ。医師それ漁ったら入っといて。はい。あ、スコープを発見。近距離用ね。あ、違う、これこ。回復中、援護して。ほとんど何もしてないのに俺、赤馬つけてた。いやー、うまい。うますぎる。バカどもめ。うますぎる。うますぎるぜ。そして俺は、アルティメット促進剤が2枚ある。さあ、やり合え。やり合うんだ。残り2枚。1枚で30ぐらいでしたっけ？いや、40ぐらい頼んじゃない？あ、そこまで行くんですね。レブ確かプラ40だったけど、35キャラによって違うんですか？そう、キャラによって違う。まあ、そりゃそうか。うん。ジャンプパッドだもんな。そう。ジャンプパッドが同じだったらちょっと。やべ、マップルームにいる。ちょ、待って。マップルームにいっぱい。今、サテライト来た。でも逆にありがたいな。教えてくれた現在地を。バカめ。お、入ってんね。どっか家取っちゃおうか。上取っちゃおうか、どっか。この辺とか上取っちゃおうか。上空に注意。レプリケーターが来るわ。レベル3ね。やり合ってくんねえかな。やってくんねえかな。あ、登れんじゃん。俺92段目しか出してねえぞ。何の音？ドア開けた？開けた？開けました。拡張ライトマガジンを発見。あ、欲しいです。応急処置を行うわ。なんて？そのマガジン。あ、欲しいですって言ったのね。あ、はい、そうです。ケアパケ開けるよ。足をする、足をする、やっべべ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 べ、逃げてる、逃げてる。あー、これ残り3部隊で戦えてくれ。ね。
あ、なんだこれ。おうわー、やべえやつらだ。何グレ食らった。そっか、あれか、あれで足止めされてグレ食らうんか。走ってくんな、俺。あと、クリプトにアークサブさせて、これ取れてる。ああ、そういうことか。ありますね。あ、ごめん、ここ、ここ。いやー、ほんまに。え、引っかかった。ごめーん。さすがに、さすがに、アホだった。そうそう。逃げれる？逃げれんの？そら無理だな。よくわかんない試合だったな、今。そっか、そっか、そういうのがあんのか。あのドローンになんかグレ貼り付けて飛んできてた。そっか。そう。あ、それできる、できるの、まだ。あ、修正入ったんですか。修正入ったって聞いた気がしたんだけど。あ、そうなんだ。じゃあ、あれ飛んできてグレ飛んできたんか。うん。てか、あれ食らったらグレできた。そうか、遅くなるからグレ同時に投げれば確定なんか。そっか、確定ってわけはないけど、かなり強いですね。うん。コンボ食らった。あ、やったやった。レブラントのサイレンス一体に当てることに成功してるわ。そっかそっか、ダウンしてる相手に当てればいいのか。なるほどな。ん、何ですか。サイレンス。ああ、え、ウィークリーチャレンジのためだけで、ためだけに。もうサイレンスもう頭回んねえんだよな。あの、入ってくる扉に置くとか。あ、そうそうそう、言うよね、それ。言うんですけど。それ言うよね。まあ、そこまで頭が回れば。そんな接敵する場面なくないか、レブナントで。ああ、自分とかはガストージを使うんで。あ、そう、ガストージパーティーならあれだけど。基本的になんかトーテム隊ってさ、遠くまで走っててやられて戻って、やめようぜって帰るみたいなさ。うん、そういうプレイするならちょっとな、難しい。そう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 、だからドア越しに置くみたいなことがあんまねえんだな。まあ、グレみたいな使い方するぐらいかなと。ああ、クソ弱グレネードが。うん、そう、クソ弱グレネードみたいな。10ダメぐらいですかね。500、500。やってる、やってる。俺がジャンプマスターだ。プレデター。あ、でバトルパス買うとあれだぜ、そのレベル上がるのも早くなるから簡単に500までいくよ。あ、そうなんすね。あ、じゃあ別にそんなすげえ強いってわけじゃないのか。そうそうそう、バトルパス買えばね。俺もバトルパス買ってからめちゃくちゃ今レベル上がって、もう400ぐらいだもん。もう300。あ、じゃあ別にそんな指標じゃないんか。この調子でやってって500だったらさすがにやってんなと思ったけど。うん、あ、そうそう、なんかじゃないんか。あとパーティー組んでやるといいみたいな。じゃあこのランク何なんだよ。この話してんだ。え、もう単純にあれだよ、いっぱいやったね、おめでとうの経験値だからしょうがない。本当だな、うん、指標にもあんまり意味ない。これは別に指標じゃない、全然。ああ、そうなんか。あ、うん、まあ、そっか。500にした方がね、それだけや時間数はやってるはずだけど、うん、エーペックスでセロ D なんすか。あ、セロ D なの。なんかそう、リーリーさんが言ってる。 D って 15?15かな。セロ C が12だよ。あ、C が12か。うん。A がなしで、B が 10? あ、じゃあ、待って、B が12か。な、と思ったんです。12で、C が。あ、セロ D 17だ、セロ D 17。17ですか。ああ。で、セロ Z が18だよ。なるほど。確かそう、確かそうなんだ気がする。じゃあ、できんじゃない。いや、アイスくんできねえだろ。アイスくんの話だ。アイスくん 100% できないよ。あ、ブラサキ、あーまー。子供やってる描写あるよ、あれ。あーまあ。こち亀はな。こち亀は現実じゃない。あー、そうかそうか。一緒か。油。両方生きてると思ってたわ。現実に生きてる人間しか同等になんねえからさ。あ、やっぱ乃木坂も言ってるわ。エーペックスガスゴミすぎって。
あ、スイッチ版人台の、そうそうそう。いいじゃん、フレームレート。なんか変な感じしました。でも、まあ、しょうがねえ。もうちょっと悪いかなと思いました、むしろ。うん、そう、思ったより綺麗だった。そう、30fps かなって思った。けど、そんなことなかった、全然。すげえなと思った、むしろ。だって、フォートナイト 30fps、30fps っすよ、あれで。あ、そうなの？そう。いや、頑張ったね。そう、相当頑張ってると思う、だから。あ、そうなんだ。別にさ、エイペックスがさ、なんていうの？スイッチになろうが、俺は別にスイッチでやんねえからどうでもいいんだけど。なんか、でも、みんななんかすごい言うよね。嬉しいじゃないですか、やっぱスイッチ勢だけ。スイッチでしかやらないとか。あと、ジャイロにも対応してるから。嫁は、ロースティックでエイムするの嫌いなんですよ。ああ、そういうことか。あの、スプラトゥーン勢、スプラトゥーンから FPS とか、シューティング始めた人は、すごい気持ち悪いのが。ああ。いや、てか、やっぱり右スティックで操作するよりか直感的すぎるし、相当いいって言ってます。あのジャイロもどうなんですかね、あの、なんだっけ、エイムアシスト。ああ、どうなの。ジャイロのエイムアシスト。またエイムの大会。だったらめっちゃ面白いんだけどな。プロがスイッチコントローラー。プロがスイッチで、スイッチコントローラーで戦い始めたらめっちゃ面白いなって。確かに。すげえな、デバイスにそんな触るゲームねえよ、なかなか。いや、だって、本当にみんな、あの、今まで10年間、コントローラーで戦ってきた FPS プレイヤーが、もう、あの、練習1ヶ月でコントローラーに大会出るって言ってましたから。でも実際さ、キーマウの強い部分もめちゃくちゃあるじゃん。まあ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 。いや、てか、FPS 絶対そっちの方が強くさ、あの操作としては。そう、だからこそ、そのエイムアシストなわけじゃん。コントローラーだと、その弱点があるから、まあエイムアシストで、まあちょっとカバーして、みたいなことじゃん。うん。だからそれがさ、キーマウと同列で語られてるの、なんかかわいそうだよな。だ別物じゃん、もう。同じデバイスでやらした方がいいっすね、本当は。あ、そうそう、本来ね。本来っていうか、まあだから、要するに、エイムアシスト効きすぎじゃねって話なんですよ。あの、いや、でも。こっちからすると。だからもともとマウスと戦わせる気はなくて、多分あ、まあ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 。で、エイムアシストなしでやると、まあ当たらなかったんでしょ。まあ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 、そりゃそうですね。あんな激し、うん、こんな激しく動くゲームで、エイムアシストなしってっていうゲームだと思う、多分。そう。だってもう、キャラコンのさ、えぐくない？えぐいっすよ、さすがに。マウスは全然違うよ。うん、俺もやったことあるけど。うわ、いた！プロになってくると話が変わるんですよね、結局。どこ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 、え、もう、向かい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 。あ、入ってった。ごめん。トロールした。あ、ごめん。死にかけ死にかけ死にかけ。ごめんなさい。超トロールした、ごめん。どういうことですか？トロール？うんこみたいなプレイングした。あ、そうなんすか。うん、これは俺のせい。なんていうんすか、それを。トロールって聞いた、シュリーフェンから。トロール？初めて聞いた。なんすか、それ。何の話ですか？ん？いや、なんか、カスみたいなプレイすることトロールって言うらしい。そうそう、ああ、いますね。え、いますトロールしてる。うん。何の用語だったかな、もともと。FPS じゃないやろ、それ、多分。そう、FPS じゃなくて、なんかあれじゃない、エロエンとかじゃないですか、ロール系で出た。MOBA 系で。そうそうそう、モバで。あ、でも多分そうだな。多分そう、多分そうだな。うん、チャットでやるやつなの、それ。お前トロールだぞみたいな感じで言うやつ。だった用語なんですけど。佐藤海がクソ割れてるやつな。クソ叩かれてるやつな。佐藤海を。なんすかそれ。え、佐藤佳代じゃなかったっけ、めちゃくちゃ叩かれてんのモバで。あの LOL のなんかチーピックあんじゃん、ピック、はいはいはい、キャラピックって、まあ言ったらその相手チームとこっちチームのバランスを見てピックするわけよ。ああ、はい、はい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 。で、まあ野良マッチでやるときは大体その5人のパーティーの中でなんか一応ポジションがあるんだって。例えば、はいはいはい、エイペックスで言ったら全員レイスはできないじゃん。うん、
だから、まあ、ピックの希望を出したときに例えばレースが被っちゃったらどっちか譲んなきゃいけないので、5人で戦うゲームだからみんなすごいバランスをとって、例えばじゃあそっちがピッチャーやるの俺キャッチャーやるわみたいな感じでポジションなるべく分けようとするんだって、勝つためにみんな、はい、もちろんピッチャー2人でもいいんだけど勝てないからそれだと、だからどっちかキャッチャーやってくんねっつってのに佐藤海はいや私ピッチャーやるからあんたキャッチャーやれって言うのを、たとえ自分が5番目だろうとやるみたいな、私このキャラしかできないからみたいなことを言うらしいの。野良でですか。野良で。へえ。まあまあ100歩譲ってだからそれはいいんだけど、配信に載せてそれやるから、へえ、そのやばいみたいな。佐藤かよってかよポリスのことですか。かよポリスって何。かよポリスって何。え、かよポリスって名前の人じゃないですか。佐藤かよ。いや、佐藤かよって名前の人います。もともとかよポリスじゃないですかそれ。わかんないですけど。え、知らないか。 あれ元男、元男。そうでしょ、やっぱかよポじゃん。そうそうそう、それもともと格ゲーのプロっすよ。あ、そうそう、格ゲーのプロでもある。あ、やっぱそうでしょ。あ、そうだ、ここは知ってるけど、変わってねえ。そういう名前だったんだ。そういう名前なんだ。そうですよ、ここは知らなかった。 KOF のプレイヤーでしょ、もともと。懐かしい。でも、そうそう、あ、そうそう、それでもともとなんか配信以外のところでそういうなんかなんていうの、暴言とかで、はい、結構なんかやばいやつだみたいなのをなんか一応裏で書かれてて、もともとね問題にはなってたんだけど、それを配信でやっちゃったから、へえ、そうそうそう、なんかあいつやばいみたいな。すげえな、肝が座ってんな。いいな。いいなってな。座ってるか。え、でも別に俺一緒に遊ばないからいいじゃないですかそれ見んの。あ、確かに確かに確かに、それいいじゃん。自分害ないからね。でも あの人 APEX もやってましたよ、なんか漫画のやつで。おい、おい、やべ、切れたら切れたよ。やべ、そうなんだ。でも変わってねえんだな。そういう人らしいよ。うーん、めっちゃ炎上してた。すげえな。般若の川島さんは別に普通に荒れてた。下手すぎ下手すぎて、下手すぎて。あれすげえよな。いや、あの人ほんとすごいと思う。ほんとにハート強いわ。川島さんなんかめっちゃ勉強家ですよね。そうそう、なんかプロゲーマーってなんかこれでなんか大会出たいみたいなことですごい練習してて、まあ初心者だからそれは下手じゃん最初、はい、でもいつまで経っても上達しなくてずーっと、そう、本当にずーっと下手下手言われてて、学習力は全然ねえって言われる。そう、まあ、バカだからってこと、まあ、しょうがないんだけど、エイペックスの場合ってランク減るじゃないですか。ブロンズ帯だ、最初の方だとランク増えていくじゃないですか。減ることないですけど、LOL だと減っていくんですよ、どんどん。だから、そうなんだ。たとえプラチナでも、なんか巻き続けると、ブロンズまで下がるんですけど、そういうゲームで、300時間ぐらいやってんだけど、で、プロの指導も受けたのに、ブロンズ4レベルらしいです。だから なんだっけ、めちゃめちゃ指導を受けたのに超かわいいじゃん。LOL の知識ほとんどマジで3回ぐらいしかあのゲームやったことないんですけど、なんだっけあれをやってくださいっていうのを一回もやんないのよ。そう、これをこれはとりあえず最初やってくださいって言ったんだけど、一回もやらんマジで。なんでってなる。本当に慣れてないんでしょうね。いや、でも友達もいたんだよな。でもそういうのこれだけ今回これだけやろうっつったら、うん、それできない人いるんだよな。じゃ、なんか他のことも考えちゃうの余計に。そうそうそう、多分そうなんだと思うよ。そう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 、それだけやれって言われてもでき、ああいるー。やっちゃみに俺さんに今トーテムでダメージ当てる、トーテムじゃねえや、スキルでダメージ当てることだけ考えてくださいって言っても絶対ウルトのこと考えるんで。そう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 。本当、まあ大体そんな感じです。でも自分もかなり不器用だからその系ありますよ。1個のことしかできないんで、だ新しいゲームやるとき絶対1個のことを覚えるんだったらそれしか覚えない、考えない。格ゲーとかも。ちょっと待って、ちょっと待って。負けてもいいから。あ、はい。います、ね。いたよね、さっき。いましたね。ドアの向こう行ったか？バンカー行った？あ、エリア行くよな。エリア、いや。ちょ、レッ、本当にマック。レベルなんて喋んないで。オフでできない。いる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 。
どこ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 っすか、あれあれんどこっすか、もう一個向こうですかね、奥奥抽選しないだって左か、いや山向こうだと思います。そんな奥まで行った、いやだからこれ関係ないパーティーだと思います。別パ、うん、じゃあこれ魚吹くんじゃん。そうですね、多分魚吹くる右上から、うん、じゃあ一旦ちょっと待機しよう。あ、すでに多分魚吹来てる、関係ない、また関係ない魚吹が来てる、ちょっと長いもんね。そうですね、ダウン数がめちゃめちゃ多いんで難しいです。その辺で待機のちょっと先で待機が一番いい。うん。見える位置、多分引いてくるんだよこっちに。そうそうそう。で後ろ警戒して。お。あれだ。ここだ。見えねえ、無理だ。すごいな。ああ、スキャン。ちょい早いかもな。バレます。いた。左から。いやー、ここ戦いたくねえな。いや、バレた、バレた、ごめん。行った方がいいっすね。後ろから来る可能性全然あるんで。戻ります?後ろに。いや、一旦、待ちで。怖いんだよな。ヘムロックで戦うのが。いや、ヘムロックがないんすよ。あ、いや、リピーター、俺いや、リスさんの方、いや、2倍欲しい、リピーターあるやん、思いっきりえヘムロック、え、これリピーターっすよ、レンジ武器じゃないですか、え、レンジ武器じゃないのそれ、あ、いや、レンジ武器だと思ってた、中距離武器だと思ってた、ずっどうしたどうした、待って、どうした、どうした、行かないって約束じゃなかったんか、じゃあ撃たれちゃったんだよ。ああ、一三の画面見てたら知ってる、撃たれちゃって逃げてたら死んだ。左から、上、思いっきり引いて、いやー、これおお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 なんだお前そのブラハのバッチみたいの。あ、なんかスキン買ったらもらいましたこれ。よかったんだとか。あ、よし、意思蘇れ。ちょっと待ってバレてない、隠れろディキャット、隠れろ、バレてない。何がレジェンドだよこれ。この無様な。お、いける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 。お、よふってきましたね。戦い始めて。俺どこじゃなかった。もうちょっと。ナイス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 。あ、バレた。ちょっと待って。ちょっと待って、無理だなこれ。いや、回復して回復して。いや、回復して回復して。うん。全然ないじゃん。あ、じゃあこっちから音聞こえる、終わった俺。あ、来てる、めっちゃ来てる、あああいや、歌えていい、今、捨て芸しに行ったよ。いや、そもそも俺がある。いや、ちょっとスキャン早かったです、今のは。もう一回やらせて、もう一回。あそこでスキャンしちゃうと、スキャンの、なんて言うんだろう、光が見えちゃうんですよね。だから、こっちからなんか来たぞっていうのがバレちゃうんで。そうですね。ベッチが来たぞっていうのがバレちゃうんで、ショットガンで150ダメと500、ヘムロックで500ダメ。じゃあヘムロックとショットガン持つわ。これいつでも結構強いですよね。マスティフとヘムロックでいいかな。もうちょっと打ち合いしてえな。初動りするじゃあ。初動りする？何でもいいっすよ、別に。確かに、あれだからな、どうでもいい試合だから。初動りつまんねえんだよな。ああ、じゃあいいっすよ、別に。じゃあか、
イライラしちゃう。あ、そうなんですか。わかる。イライラしちゃう。ゲーム始まるまでこんだけ時間かけて、あ、始まった瞬間10秒でダウンしたとかなると、あとなんか作業感強いですよね。そう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 、なんか優勝を目指したい常に俺は。うん、エイペックスって立ち回りゲーじゃん。うん、特にコンシューマーは立ち回りって言ってます。あんまエイム、まあまあでもな、少なくともプラチナまでは立ち回りつつましたよ。うわっ、ダイヤタイ、これマスター起動か。今のはダイヤ起動かな。ダイヤか。もうダイヤも起動もらえなくなったんだもんね。そうっすね、プラチナ制度が導入されたんで。白のなんかすごいいかつい感じのやつ。白の真っ白ってこと？あ、青白い、青白い、青白い。うん、煙みたいにモクモク出しきながら。そうで、真っ赤なやつがプレデターた。マスターがその中間ぐらいの色、なんかいかつさレベルで言ったら。オプレデーターと一緒に降りて殺せみたいな感じもあんのかな。そういう人もいんのかな。ほぼいねえと思うけどな。確かに、まあ盛り上がるとは思うけど。でもよかった、やった。結構バカばっかりだからな。真面目にやってないか。そうそもそも。別になんか、こんなあんまちゃんと見てないと思う。うわぁ、レベツあるよ。ああ、欲しいです。エイペックスなぁ。これは使える。これは使える。敵と全然合わなくて、こうつまんなそうになんか物漁ってると、嫁に早く平洋の新作出るといいねって言われる。毎回。そんなにつまんなそうやってんの、このゲームを。横、旗から見てると。なんか、FPS の総人口が絶対増えたじゃないですか。増えたね。比べて。そのせいで、昔よりは人いるゲームのも、オワコンって言われるのが嫌じゃないですか。うん。でも、日本と海外のその FPS のプレイヤーのその比率の差が全然違うから、なんとも思わんっていうか。そう。ヘイローって海外でめちゃくちゃ人気なんですけど、日本じゃ全然なんで。なんか、オワコンって言われても海外は人いるしマッチングするしってなるからあんま気になんないね。ギハと同じ考えだよそれ。あの昔普通にマッチングって、まあ、下手すりゃ1時間ぐらいかかったじゃないですか。いつですか昔って。あー、自分から来ると大体10年ぐらいなんですよ。10年か360とか、まあ、PS3 とかそのくらいか。まあ増えたか、増えたな。でも COD とか そんなことなかったんじゃない？ありましたよ。全然。そう。あったし。自分の感覚ですけど。あったし、全盛期じゃないか、むしろ。そう。全然それで人いる方だったのに。で、なんか今、そういうゲームやってると、それもうオワコンじゃんって言われるのがすげえうざいなってる。昔と比べたら全然人いるし、みたいな。ああ、そんな感じ。相方 COD めちゃくちゃやってたけど、あの進化はもともとめちゃくちゃやってたけど、なんかあんまかそってる感じじゃなかったかな。いや、まあコアタイムにやればそんなに、もう昔からマッチングしたんですけど、うん、1時とかになった瞬間に1時間ぐらい下手するとマッチングが回ったりした。まあまあ昔のやつは結構マッチングのやり方も違かったから。そうでもなんかそれを言われるのがいいじゃん。言われるって誰にですか？友達からっすかそれ。誰から？そうっすね、インターネットの掲示板とかじゃなくて、SNS とかじゃなくて、友達から言われるのか。それはまあ別に。いけ！グレネード！そんなに強い感じはないですけど、うぜえなって。キーチシャスよ、それ。
鉄腕アトム。なんとも思わんけど。最近始めたやつやろうなのよ。言えば、スピードファイヤー。昔の FPS じゃねえんだろ、スピードファイヤー。昔の FPS。なあ、CS の頃から、CS 柄の。あー、タモチャールー。自分が一番始めたのが、バトルフィールドバッドカンパニー2なんですよ。懐かしいっすね、バッドカンパニー。あれとか、もう人気のサーバーにしか人がいなくて、人気のサーバーが開くのがすげえ時間かかる。一戦です。一戦後とかになるので。一戦が1時間ぐらい下手するとあるから、あのゲームって。もちろん PC 版数ですよ、バッドカンパニー。そうそう。ああ、そっかそっか。まあ確かにそんなんだったな。だから。じゃあ、もうやってるゲームのようなバッドカンパニーはちょっとさすがに。そんなに人気だったっけ、バトルフィールドその時。違うんすか、僕の中ではめっちゃ人気だったんですよ。PC の FPS っていうのはなんかカウンターストライクじゃないですか、当時やっぱ。あ、天の国とか。CSO とかですよね。言ってるのは。CSO は。アバとか。アバは、あんまその無料系はわかんないですけど。あ、そういうことじゃないですね。そういう話じゃなくて。でもバッドカンパニーか。あれめっちゃ面白かったっすよ。あの建物ぶっ壊れずっすね。懐かしいな。そう。確かに新感覚で最初にヘリ乗った時全然操作できなくて即墜落したけど。何これ。マップとかも他のなんかゲームと比べて広くて。ああ、そっかそっか。めっちゃ面白いなんて。あのすごいぐらーっと大回りしてマップを裏取って倒すのが気持ちよくすぎて。めっちゃやってました。バトルフィールドか、すぐやめたな、あれ。面白いのに。いや、あの、マップ広すぎて、なんか散歩してんなってなっちゃって。まあ。紫にしまーす。どうぞ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。ちょ、ヘムラカット教えて。持ってる。了解です。でも、これ以外がないんだよな。どうしよう。あ、いう、だから。一切いつのドラマ拾うんすか。お前のをくれとは思わない。あ、俺のスピンハット交換しないっていうか。なんで、あ、イースさんじゃねえ、これ、山倉さんか。あ、山倉さんの。なるほど。びっくりした。俺のスピンハット交換しないか。レプリケーターに入れてたからじゃあ、交換しましょう。ちょうど目離してた。はい。違う。これ、なんで、はい。なんで連帯なんだ、これ。なんでいい。どこ俺の XBOX のコントローラーがおかしいのか。あった。これっす。XBOX やってるんですか。そうですよ。ありがとう。XBOX シリーズ X です。これは、みんな買うだろ、それは。で、XBOX でやっても、PS4 サーバーなんですか。そうです。4号サーバー。てか、ほとんどそれしかマッチングしないから、XBOX の人だってなります、たまに。友達じゃん、みたいな。じゃあ、スイッチも同じ観点なのかな。スイッチサーバー。いや、だから、スイッチサーバーで、別だと思います。さすがに。コンシューマーとはいえ。コンシューマーサーバーっていう扱いじゃないですね。俺やりたくないもんだって。任天堂スイッチ版でやったとしても。PS4 とか。なんでそのスペックに差があるやつやらなきゃいけないの。あ、多分クロスプレイっすよ。あ、やられました。はい。何サーバーなんすか。あ。どこ。後ろですね。あ、ここ。ああ、撃たれ、ポッから撃たれたんですね。これでもこのゲーム、ポッから撃たれてダウンすることなかなかねえんだよな。無視しちゃうんだよな、そういうやつ。来るかな。ちょっかい出しただけ。まあでも、ダメージ欲しいんでしょ、多分。バッチ欲しいから。ああ、やっぱそういう考えで撃ってんのか、あれ。それダウンしねえじゃん、みたいな。でも、あと、普通に、あの、シールドの、あ、そうか。進化させた。あ、来てます。来てます。待って。中入れる。右側っすか。右ですね。おお、なんだなんだ。すっげえ高いとこからなんか。レーザーお前。あ、そこか、ごめん。そっかー、そこか、ごめん。足音そっからあったんか。敵
一発も当たんなかったわ。おめえらどうなってんだよ。そうだよ、俺多分ゼロやな。突っ込んできたな。ここから撃たれたの俺。突っ込んできたな。普通に引いちゃったな。でも一発当てたぞ。レブナントのサイレンス。あと3体。そっか。あと3体になるのか。それ、ニンテンドーダイレクトで一番気になったのなんですか？しんちゃん。あー、ちょっとでもわかります、それ。ちゃんとあの、作ったところが。そう、僕夏のとこだから。しかも曲とかすごいっすよね。もう完全に大人向けで作ってるから。うん。ていうか、正直それ以外になんかグッとくるやつがなかった。どっちかっていうと。まあ確かに確かに。まあもう、でもレジェンドオブマナー面白いよ。あー、まあ。嫁も、でも、うん。あれファンなんですごい盛り上がったんですけど、でもやっぱり新作じゃないじゃないですか。そうそうそう、まあね、まあね、わかる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 。だからグッとくるのがなかったっていう。そうそう、だからしんちゃんが良かったかな、はい、おっと思った。うん、それはいいとこ目につけたって感じ。例えばなんか僕ナッツ自体もなんか匂わせてますよ。あ、そうなんですか。なんか先にこっちが出るとはって言ってたんで、もしかしたらって噂が、うん、まあ、噂でんで、まあ子供対して信用はできないけど、大人に向けたしんちゃんって言ってもちょっとバカバカしくないって伊集院がラジオで言ってたのちょっとわかるな。まあ自分がグッときたのなんだって。グッときたのなんだろうな。トライアングルなんだっけ。ああはいはいはい、ストラテジーな。ストラテジーか。プロジェクトトライアングルストラテジーだろ。あーあれいいあれっすよね。やっぱりあれが一番面白そうだ。あれだってタクティックスオーガンのとこでしょ。そう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 ですね。絶対面白いよ。やっぱりストーリー、あのちょっとストーリーを揉めながらいいですよね。ああいうジャンル。うん。そう。なんだっけ、なんか、あ、そうそう、それかタクティックスオーガンかな。あの昔あったんですよね。ああいうあんな感じの。煙鉄戦争だっけ、渋い石なの名前もなんか。ねえ、塩。いいよな。塩と鉄取り合うんだぜ。いいよな。4つの国で。なマナとかじゃないですもんね。いいね、バカじゃねえの。あ、かっこいいよなあれ。スーパー行けばいいのに、塩なんて。あいつらバカだから、塩で争ってんの、あいつらバカだから。って言いながらゲームやるわ。超楽しみ。もう、LOM は絶対買うけど、うん、だから嫁もめちゃくちゃ楽しみしてて、もう本当に好きなんですよ、曲部もそのグラフィックも世代なんで、で好きなんですけど、戦闘面白くないよなって2人で言ってます。敵来てます、ここ。OK。あ、まだ。待って待って、どこどこ。おい、変えろよ。いや、他のとこにも、こっちにもいる、こっちにもいる、こっちにもいる。そこか？あ、泡もあるよ、こっち。一個。ここ、ここ。すぐ行く。ちょっと行く。スモークで逃げれる？逃げる、ってか。距離近い、距離近い？遠い？いや、遠いっす。あ、遠いんだ。建物の中じゃない、これ。開いた、上。あ、ごめん、全然当たらん。下手くそすぎる。いや。あ、降りた。降りた。詰めるか。下に降りた。このマップ広すぎだな。俺らが2人いたからだと思う。そう。え、どこ行った？完全引いた？引きました。開けた？今。いや、開けました。物資を漁ってる。あ、曲がらなかった。もう怖えよ、マジで。ふざけんなよ。ホラーゲームかよ。いる？足音すんだよな、ずーっと。D 多分そっちいるかも。上、この上だ。うん、そうだね。あ、3人いますね。うん、上だ。
ワーロボットがいた。お手伝いロボット。残り45秒。ロボットって倒したら何かありますか？ない。ない。ないか。あ、なんかいる。足音聞こえる。足音聞こえる。上にいる、上にいる、これ。上だね。降りえね。え？あそこか。真上にいる、全員3人上にいる、これ。どうします、これ。ついこうか。山口さんについていくわ。うん。大丈夫だ、そっち通って。影になる。待て待て、あと3パー、あと3パーで溜まる。D 待て !D 待て慌てちまう。何にしてんの？待ちます。はい。ディスキャン！あ、回られてますね。え？いや、下に行ってる、これ。あ、ジャンパー使ったのか？どこ？あ、いた！まだディスプレイ出ます。違う。ごめん。ゼロダメで帰ってきた。うわ、めっちゃ飛ぶこれ。ちょっと家戻るわ。はい。こんなインクで打っちゃっても死なねえんだよな。あ、来てる？来てる。すげえ奥田の人を突き込む。こっちから多分回ってくる、これ。下にいる、ここ。ユート投げた。あ、やべえ。もげさん、闇雲で撃たない。スキル、スキル、スキル。ない、もうない。はい、山口さんの話。ここ、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 別部隊、別部隊。なんだって出せないって言われた俺今。ジャンパで逃げて、ジャンパで逃げて。そこにあるジャンパ。ナイス。引こう。ジャンプタワー使おう。ジャンプタワー。もう引こう。完全引こう。オッケー、ナイス。あぶねえ。いや、飛んできて、こっち。やばい。ジャンプタワーでいける。あ、撃っちゃうと。もう一個ある。ジャンパ2連、ジャプター2連、何これ。その作戦があんのこれ。何これ。全力で逃げましょう。逃げよう。回復、後回しで。どこ山越さん。こっち。あ、こっちか。はい。あー。生きた。さっきから全然レジェンドっぽくないな、これ。じゃ、レジェンドどうしたかしょうがないんだよ。相手がパンピーだったらしょうがないけど。そんな、相手もレジェンドなんだ。レジェンドっぽくない。なるほどな。あ、います。ちょっと待って、回復させて。どこ？目の前にいる。そう。ハボク強いんだよ。すごく中に甘いや。うん、こんな感じで。あら、まずい。あー、惜しい。次、114。いやー、弾がないよ。どこ。勝てる。あー、いや、ごめん、弾がないんだ、これ、リロードスできないから。ちぃ。いやー、惜しい。山口さん、今の間だったな。ハボク、うまい、強いっしょ？めいしゃ、アンメージ出してた、うん。ハボク強いんだよ。やべ、ちょっともう一回、やらせてくれ、マジで。あ、これがやりたいんだ、石は。ちょ、打ち上げさせてくれ。これがやりたいんだな。いやー、勝ってねー、マジで。
ハボック楽しい。ハボックはもちろん最初に持つんですよね。最初にハボックで打って、あ、そう。で足りなくなったところをもう一個のサブで、うん、削るみたいな。うんうん。いつもはね。でも今日はなんかそのヘムロックショットガン縛りがあるから、そうか、デイディのため、デイディのための。いつもはとは違うけど構成が全然。そっか、ハボックも使ってみっか。ハボック強いよ、普通に。ダメージ出るし、しかも今の環境さ、あれがあるから、グレネードで開ける、ああ、はい。宝物庫みたいなとこあるから、あそこでさ、サボチャージャーで手に入りやすくなった。とか、レベ3のマガジンとか手に入るから。ああ、なるほど。そう、マガジンがあれば、だってボルトより10発多く打てるからね、ハボック。ダメージも出るし。レプナントじゃなければなー、今勝ってたなー。そんなでかいんですね。いや、ジブだったらガンシールドがあるから勝ててたなーっていう感じ。単純に。逃げた先で弾がなかったなー。まあ、確かに全然物資あされてないもんね、俺ら。確かに。俺も回復カツカツだったし。ヘムロック打ち切っちゃって、え、ないで、ね、フラットラインもあの球だったからワンパー、まあ、でもかな、せめて打ち勝ってくれよ俺。ワンパーかな。久々に衝動かぶりするか。じゃあよし、うわー、リピーターはやめろ、マジで無理だこれ。絶対コンシューマー武器じゃないやろ。コンシューマーが扱える武器じゃねえよ。コンシューマー武器は面白い。いやでもありますよ、そういうの。何何。いや、敵いたんで撃ってみました。いや、歌ってみたみたいに言うな。いい曲だったから歌ってみました。みてえに。アーマーくれー。いやまくれ。終わりました。近くいる。え、ここら辺にいる。ハマポ。どこや。待って、こっちにもいる。ごめん。やばい、死んでない。あ、ごめん。上にもいんのかー。ホライゾンで上がってる。めちゃ逃げちゃった。ガーゴル外した。うんち。どうしよう。デプラントのこれってなんですか。あ？オルタ当たんねえよ。誰だオルタ当たるっつったやつ。くたばれよ。終わりました。おし、ナイス。くたばったならよし。ほぼ捨てゲーみたいな。ちなみに、レヴナントのあのボールみたいなやつは、当たると、なんていうの、機能が停止する。ああ、なるほど。一定時間ね。あと、カスみたいなダメージが入る。ダメージも入るのか。一応ね。ウルトのイメージが強くて10ダメぐらい入る。なるほどな。エイペックスな。暑い日には鋼鉄の冷たさがたまらない。あー、ギルティの新作もやりてー。出てんすよ今、ギルティギア。ギルティギアってわかります？格闘ゲームの。わかんないか。あれでしょ、ブレイブルーのやつですね。アークシステムワークスが作った、そうの新作が、そうそう、DZ とかいるやつ。
あの結構革命的な格闘ゲームですよ。あの今までストリートファイターとかキングザファイターズとかそういうやつの中にファンタジーの世界でコンボが長いっていうゲーム、よく格ゲーが衰退した理由って言われるコンボが長い、毎回言われるから。なんか即死させるコマンドがあるっていうのは、あーそうですそうです、一当たったら一撃で殺せるって技があるけど、まあ見せ技なんで演出的でねっていう。いやギューティア面白いってみんなやった方がいいよ、格闘ゲーム初めての人。フリップでもらってまだ起動してないな。あーちょっとあのギューティギアレブ2とかっすよね、あれはちょっと上級者向けなんで今度出る。なるほど、ギューティギアストライブってやつをやった方がいい。ワンパワンパ、はい、わかりました、やりましょう。じゃあ俺こっち降ります。で、て銃手に行すぐ行こう。あ、後折りだからね俺ら。はい、早く集めないと。てか向こうから来るか、こうなったらリング内有利な位置ね。あ、ハボックありますよ。ナイス、上上です。ナイス、バネたった。ナイスー。あとはアーマーがあったら戦えるぞ。みんなにさ、布教してんのにさ、誰も使ってくんねえんだな、ハボック。つえーっつって。乃木坂とかもさ、ハボックー、ヤバクイさんが使ってるから、タバかぶるからやだーとか。あいないとき使うやーとか言って。あ、絶対使ってないから。使わんの、確かにその言い方。あの口ぶりはわかる。ああ。ローバいいんだけど。下来てますよ。下。山形さんどうですか。あ、俺紫山だから行く。はい。ついてくる。あ、下ショートする。いる。割れた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 。あとあとちょっと行くわ。上行った上行った上行った。ディキャット上行った。ディキャットさん上行きました。一人やりました。ナイス。俺もいいかが上。そいつ核入れちゃって。そあ来てる来てる。どこ。やった。ナメプじゃないんだよ。アーマー回復。そういうことです。待って、交代交代。はい、終わり。あれ違う、こいつはないわ。え？こいつ最後の一人じゃない？あれ？え？え？いるいるいる。足音聞こえるわ。これこれ最後。え、なんで？なんでこいつ蘇生したの？え、こいつじゃないの？ D やったの？最初に、バンガ？最初にクリプトやって、でも下で蘇生入れられました。ね、あ、入れられたんだ。だからか、びっくりした、今。まあまあ、で、初動勝ったし。いいんじゃないか？いいんじゃないでしょうか。やっと勝ったの、初動。いやもうみんな紫になったじゃん。もう強っ。ああ勝ってる時だけ楽しいゲーム。そういうもんだろ。そうっすよ、格ゲームみんなそう。もう勝つまでやめないだから。そうなんだよな。違う、愚痴ってるわけじゃないですよ、こういうのって。もういや、わかるわかるわかる。ムカつきながらゲームやんのよ、そういうもんなんだ。ふざけんなって言いながらやるんだよ。医療キットもあるし、まあまあ一回いらねえか。いや、あ、これか、ローバーのやつ。はい、なんかない。これだ、これ。あ、一応だけど
カルピアさ。ハマだろ。ハマじゃないか、セルか。セルじゃねえんだけど、バッテリー。あ、グレ来ました。本当だ。行く行く行く、戻る戻る。こっちから。オッケー。ちょっと待って、さっきいた建物にいます。オッケー、じゃあこっち引くかじゃん。やめよう、やめよう、戦うのやめよう。はい。はぁ、ふざけんなよ。縫い、縫い行こう。はい。この家行こう。え、そんな追ってきてんの、はい、性格は。向かうっていい。行くぜ。あー、外した。あ、でも星の来た。やった。あー、セールあります？あるよ。あ、ない？ナイス。はい。シールドリチャージ中。エネアもあったら欲しいな。エネアもないか。あ、D が持ってんのか。あ、でも僕も余ってないです、ちょっと。あ、いえいえ。二人で使ってるからね。足音。分かるのか、これ。分かんねえ、これ敵のなんか。いや、この家で迎えようと、多分来てる。あ、でも、四方八方から聞こえんな。あ、来た来た来た。こっちもいる、こっちもいる、こっちもいる。いや、一回家入ってほしいな。一回、出た。おい、ラグ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 。なになになに、どこにいるかわかんねえ。どれだよ。石、はい、石、こっちにさ、ウルト入ってくんね、はい。いた入ってる。当たってる？ダメージ当たってないですよ。え、どこ逃げた、あいつら。横回りますよ。今度こそ当てよう。ウェー、神お前目押し。え出てこないっすね。エラーぶっ壊れた。ああ、終わった。頑張ってくれ。頑張ってくれ。撃たれてる、俺撃たれてる。大丈夫？いや、大丈夫。いや、まだ大丈夫です。俺が頑張ってる。頑張って。あ、頑張って運んでますね。ちょっと、なんでやねん。お前、当たり判定どうなってんだ？そこでいいじゃん。ああ、しよし。あ、動いた。撃っちゃってるな、他のやつと。え、違う。ここで撃っちゃってる。これ関係ない、全く関係ないです、これ。うん。で、多分3パぐらい集まってる。うわ、シーラ持ってます、敵。まずい。あのシーラ下手くそだぞ。わあ、無理だった。ゴリ押そうと思ったのに。一人やりました。ナイス。でも2倍いるよね。いっぱいいますね。3番目来ましたね。やらせよ。これずっと隠れてていい、これ。おお。大丈夫か。ああ、惜しい。ああ。ケツだ。終わった。なんで俺は生きているんだ。なぜ俺はここで帰ってこれたんだ。
理由がわからん。ダンサーじゃ、ダンサーじゃ。もうスタンス？もう死ぬ。あ、俺死ぬ、ごめん。ここ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 死にかけ死にかけ。違うか、別の部隊もいんな、これ。いや、めちゃくちゃ集まったな。ごめん、センター走ってんじゃん。いやもう一回やらせてくれ。納得いかねー。人めちゃくちゃ。ずっともう一回やらせてくれって。敵多すぎだろ、これ。スマブラ来た、スマブラ。敵多すぎ。スマッシュバザーズ。スマブラまた剣キャラっつって、なんか、悲しんでるやついた。剣キャラか、あれ。わかんないけど。まあ、剣キャラ、まあまあいい。なんかコラボ、任天堂以外のコラボキャラを求めすぎな気っすけどな。それに対して、ザクレイが、メンメンよりマシだろっつってた。メンメンはすげえキャラだった、マジで。あれはすごかった。一部のキャラ、一部のキャラを詰ませるキャラだった。そうそうそう。やばかった、嫁を。嫁をぶち切れさせ、ぶち切れさせるには十分なキャラだった。そういうことあったんだろうなと思うな。いや、超楽しかった。使ってる側だった。俺が使う分には超楽しかったです。よかったよ、あのキャラ。なかなかピーキーなキャラ出してた。正直、剣じゃないキャラクターってもう10、あと10使うやつくらいしかいないですから。いや、だから剣キャラってだって剣を持ってるか持ってないかじゃなくてその性能で言ってほしいよ。剣キャラってのにさ、ね、ファイアーエンブレムのあの系統のキャラクターのことを置いてんの多分。さあ私がジャンプマスターよ、準備を。全然違くない？剣キャラとはいえクラウドとか。セフィロスなんかただの魔法剣士なんで。ずっと前から。いやセフィロスは多分あれ。あーでも全然違うな、あのリーチが長いだけでかなり硬派なキャラだから。キャラ設定を言ってんのかみんな、もしかして全ての性能じゃなくて。いやみんな文句言ってただけだろ。そう、あ、まあ、そう文句言うの気持ちいいから。文句言うの気持ちいいから。いやマジでそうでしょ、インターネットほとんどそうでしょ。気持ちいい、気持ちいいのかな。気持ちいいからそれ間違いなく、ね、日頃のストレス発散をしてるんでしょうよ多分。そうだよ、だって、まあ、学校でいじめられてるやつとかいいんだよ。そうそうそう、いいだろう、そんくらい。そう、そんだけせ、そんだけのことないと性格歪まないだろ。なんすかここ。ツイッターのリプライでやってほしくねえなって。いやもうツイッターをああしたの誰だよマジで。なんかもうめっちゃラグい、なんかもうやだ。なんか足も足やる。なんか俺プル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 ずっと増えてんだこれ。そうプル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 ずっと震えてる。何これ、何これ、あ、これ何、あ、こういうステージ、これ。あ、ボクシングするとこっすね。あー、なんだそのつまんねえゲーム。これで格ゲーすんの、お前、負けるわけはねえだろ、俺が格ゲーで。ほら。やったけど、クソゲーでした。俺が負けるわけねえだろ、格ゲーでは。格ゲーは絶対言うよ。謎の息。謎の息。格ゲーは絶対言うよ、このリンガーがあったら。負けるわけがねえだろ、俺に。って。オーラー謎でオーラつき上げた、リスさんが。はい、望遠鏡あるよ、望遠鏡。これブレイブルクロスタックバトルの俺の試合ツイッターに上げたらクソプレイすぎませんってみんなにリプレイが来た。そんな言われるの。いやでも自分でも思う。あれは良かった。クソ、じゃあクソプレイってなんつったらいいんだろうな。よくそんなクソみたいな戦法思いつくなみたいなやつ。ああ、そういう、そっちなの。そう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 。逆の褒め言葉。お前がクソだってわけじゃなくて、こうなんだよそのプレイ、それで勝つのかよみたいな、そういうやつ。難しいな、格ゲーの、なんだろう、格ゲー勢の話聞くとなんか喧嘩してんのってよく言われる。違うんだな、褒め合ってんだよ。あ、ヘブロックもらっていい？ウィングマンいります？チンサーティーサーティーリピーター落とすわ。いやー、チンサーティーサーティーリピーター落とすわ。弱いですよね、金でも。わからないよ。2、4倍ついてるんだから強いに決まってるんだろ。
じゃあ使います。何売ってるんだ金だぞ、金。金って外せないですか外せない。あ、そうなんか、なんだ。ガッチメント貼ったらいいんだよ。あ、ちょっと欲しいかも。バラバラにしたら欲しかったよ。あ、24か。うん、残り30秒、リングは近い。いいな、やっぱこういうゲーム人に聞かないと全然わかんねえな。もう一回行くか。はい、行きましょう。次行きます。よし、あ、殺し行くか。ういっ、勝っちゃう、勝っちゃう。おどこ、あ、やった、ありがとう。くどんだけ嫌われてんだよこいつ。リングが動いてる。何したんだマジで。ストーリーわかんねえけど、全レジェンドを殺す目的でいるからねこいつは。みんなの敵だからレブラントは。しょうがない。じゃあむしろなんで俺は一緒にいるんだって感じなの。いやだから生かされてんだよね確かストーリー的に。ああ、なるほど。生かされてるっていうよりもどっちかっていうと、あの、生かされ続けてる。そう。殺せないんだよね。なんかね。死ねない。死ねないんだよ。ああ、なるほど、なるほど。そう。で、こいつが死ぬためには、なんか条件があるんだけど、そうそうそう。なんか、あるんだよ、ね。脳みそ、脳みそ、なんか、本筋の脳みそがあって、本体みたいなのがあって、それがなんか、敵の手に取られてるから。自分で自分が死ねない。ローバがぶっ殺してやるっつってな入ってきて、ぶっ殺そうとしたんだけど、レベナントが、俺も死にたかったんだよねっつって、言ってて、本当は、旧敵の望みを叶えるのがすげえ嫌で、複雑な感情を覚えてるっつって。めんどくせえ。なんだ。そうだよ。めちゃくちゃめんどくせえな、メンヘラじゃん。ぶっ殺してねと思ってたら、いや、俺死にたかったんだよねって言われて。はなんで あのお前の手助けしないあかんの私みたいな。お前の恨み恨み痛いけど。だからね、両親かなんか殺されたんだよね、ローバは。そうそうそう。そうですね。両親かなんか殺されて、その恨みがレブラントなんだけど、レブラントは死にたがってて、その、何万年も同じように生きてるから、だから早く殺してくれって言ってるんだけど、だこいつリスポーンするとき毎回俺、私はまだ死ねないのかっていうのはそういう。ああ、なるほどなるほど。そうそうそう。みたいな。確かに。あ、違った。で、そのローバーはこいつを殺せば敵討ちになるんだけど、レブナントも殺されることを望んでるから、こいつの望みを叶えることになるみたいな感じで、複雑な気持ちになり殺せないみたいな。なんかあ、できます。いるね。はい、じゃあ、D キャットに行きます。違うんか。行かなくていいか？どっちか。いや、そなくなったから、エリアから向かうやつ。いや、こっちからでいいよな。敵発見したら、とでもたくわ。今、敵見えない。はい、なんか遠かったんですよ、その。痛い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 。じゃあ、左。こっち。この中から。ちょっと、ちょっと。いや、ダメだな、これ。回復するわ。おろ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 。いけるいけるいける。うえ、ケース！トルケータ、最悪！最悪！あ、ごめん、そうなんか、ごめん。バレた。もう、最悪、今の。何があったんですか？言ってますよ、D キャスさん、そっち。2秒前ぐらいに切れました。ああ、そうなんだ。ああ、そっか、それ突っ込んでって切れちゃったんか。そう。あの、ワンマガ打って削ったじゃないですか、そのタイミングで切れちゃった。あれ、あえて打たなかったら相手うまいな。そんなこと確かに、確かに。あ、でも、目視でわかんすかあれ。あ、まあ、見た目は変わるんで。あー、そうなんだ。シューンって。どん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 減ってくんだ、その見た目でとしても。別に減ってくわけじゃないですけど、普通に切れたとしても、周りから見てもわかりますね。あ、そうなの。全然変えれない。全然ロビーに変えれない、もう。いいお前らのプレイング分かった。うまいうまい、お前らは分かったよ。帰らせてくれ。もうなんで勝てないんだ今の。
ょっともう一回やらせてくれ、さっきのゴミすぎたよ。もうさ、なんで今ダウン取るの。山瀬さんダウンしたからそっちに向かったけどダメだったな。あれ、あ、帰ってきた帰ってきた、大丈夫、行きます行きます、大丈夫です。34、どうぞ。うそー、カプコンアーケードスタジアム買ったのになんか反映されて、詐欺訴えようぜ、カプコン。カプコン、マジでなんでだ。カプコンはクソだからしょうがないよ。カプコン、なんでなんでストコの新キャラ何なんだ。え、これこれどう処理されてんの。俺 DLC 購入したのに DLC 反映されないぞ。おわ、なんでやねん。マジでさ、セーフティーを解除、自由に撃て。この辺りで幽霊を見たことがあるのはどういうこと。頑張れー。あ、違うんか、別にエモートで勝手に喋っただけでここら辺に幽霊が出るってわけじゃないんか。なんかワットソンが言ってました、幽霊がここら辺で幽霊を見たことがあるって。はあ、かわいいだろ。関係ないんですよ。一セリフだな、ただの。あれ、いない、これ。さっき降りてる。足音する気がします。もう戦える、俺、どこだ。どこだ、どこだ、どこだ。おい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 。いるんだかいないんだか知らねえけど。その建物いますね。オッケー。チャンピオン取ろうぜ。行く行く、チャンピオン取ろうぜ。白鳥ライトマガジンを発見、レベル2。あ、そうする、いた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 、どこどこ、ピン刺して。あ、今行ってる、今行く、横から行く、横から間に合うかな。え、やった、ダウンさせた。あとどこ。うぇぇー、神へ、うまっ。めちゃくちゃ言うな、うまっ。なんで終わった後打ちすぎるの。バラ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 っつって、めっちゃ下打ちこのゲームって下打ちないですよね。でも、いや、デスボー打ちするやついますよ。ああ、そっかそっかそっか、それがあんのか、このゲームでもあんのか。俺 PC 版で今まで一回も見たことなかったんですけど、山倉さんたちとやってるのが PSO との連携サーバーに行ったら初戦でそりゃされて、おお、下打ちだーっつって興奮してた。久々に見すぎて。ティーバックって知ってます？ティーバック？ティーバック。ティーバックはしてますよ。ティーバック？知ってます？バックもしてますよ。あおりよう。紅茶ですよね。美味しいですよ。ティーバック。全然人の話聞かないろ。あおり。
ってた。あ、俺あのくあ相手の頭の上で屈伸するんですよ。それティーバックって言うの？え、それ屈伸じゃなくてティーパックって言うんですか？そう、ティーパックって言うんですよ。あの、金玉を顔に押し付けてるってことですね。ティーパックをほらこうちょいちょいちょいってやってるのと。あーあーあああ、そういうことか。そういうことです。頭の上でやるのがティーパックです。それはヘイロー時代によくあったやつ。それが煽りなんだ。煽りです。屈伸はまあわかるじゃないですか。なんか倒したって屈伸するの。頭の上で屈伸するのがティーパック。あ、ありがとうございます。屈伸ってかあれもあるよね。なんだっけ。スプラもあるよね、結構。ああ、煽りっすよね。ありますありますチャプチャプチャプチャってやつ。チャプチャプチャって。うん。あるよね。あれ分かりやすいもんな、下、煽りとして。うん、あれ分かりやすい。煽られてんなーって思う。個人的には、スプラの煽りは、相手倒したところに、ビーコン置いて墓代わりにするのが好きっすね。あー、お墓建てるやつ。分かりにくいんだよな、でも。そう、分かりにくいんですよ。分かりにくいんですよ。いや、マスティフ強えな。マスティフってやっぱり、あの、打つ直前に構えますよね。じゃないと、こう、遅いっすよね。構えながら打っちゃったら。打つ直前に構え。そんなこと、うん、全然構えてるよ、ずっと。まあ、俺、結構高いんすね。じゃあ、その構えた時のその感度っていうか。うん。そうでもないんか。なんか、自分遅すぎて、デフォだから。構えた時、構えて振り向くんが。乃木坂さんにも出たんだよな。行くぜ！はい。え、見えない、見えない、見えない。何おお、何これ何これ、え、こんなことしてくれんのこの人。うますんぎ。あー、何これは、何このレジェンド特有の。あ、みんなできるよ。レあ、みんなできるっすか。あ、ルーレットで、あ、寝押しするとってことですか。あ、そうそうそう、そんなことができたんだ。そうそうそう、へえ。このシーズンからね。あ、そうなんですね。このシーズンだけだけっていうか、このシーズンになんか追加されたやつ。え、なんかでもストーリーあるよね、これもね。なんか。あ、そうなんですか？マービンの。へぇ。マービンが。だから、前のシーズンの時にさ、いたじゃん。マービン、そこら中に。はいはい。あれがなんか、伏線だったらしくて。なんかの、聞いたせ。そうやって聞いたせ。よくわかんねえけど。よくわかんねえけど。よくわかんないですね、ずっと。結果よくわかんないんだけど。はい、銃声聞こえました。倒します。あれ？誰もスナイパー使わないのか、俺たち。スナイパーこのゲームむずいっす。でてててててて。R99を発見。反動は小さいけど、すぐに弾切れになる。ありがとう。人によるだろ。あ、こっちか。はい、行きます。わかりました。へぇー。ゴー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 。そうだよね。あ、いたいたいた。やってる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 。向かおう向かおう。こう横に行きながら隠れつつ行こう。で、近づこう。楽しいスキルだな、これ。一人やった、一人、一人、一人ドック、一人ドック。いるいる。いっていって。ごめん、ごめん。ごめん、全然。終わりました。あと一人、あと一人。わあ、ごめん。あ、別に。別来た別来た別です、これ。あ、後ろ来ました。あらー、もうめちゃくちゃや。でも2対2、でも2対2、2対2。1対1、2対1、2対1。頑張れ。
頑張れ、いける。起こしてる、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 起こしてる。バカだから。いけるいける、一緒いける。いけ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 。あー。ごめーん。そう、バカだったんだけどな。バカだったのに、相手。なんで起こしてるの、こいつ。バカだよ。ちくしょう。バカだっていうのが被ってめっちゃ笑わせた。バカだったのにな。バカだったな。いや、漁振られちゃったね。漁振ろうと思ったら漁振られちゃったね。早かったね、ちょっと行くの。なんか、いや、最後の敵のタイミングが完璧でしたね。でも来ちゃったんだよな。しょうがないね。結構しちゃう。しょうがないな。あ、ショットガンで25回ノックダウンさせる。あと1回だ。クソなんだよ。レブでサイレ、今の勝ってたらなぁ。チャンピオン取れたなぁ。ごめん、あの、なんかまだ俺弱いんで、ちょっと上手くなる前ちょっと待ってください。あ、いや、そういうことじゃない、全然。いや、俺がちょっともうやっぱりちょっと下手だね、これ。でマジで FPS って本当に1日2日やんないだけでマジで下手になるよ。あ、それ本当に思う。まあでもそうだけど、でもちょっとやってれば。でもこのゲームって打ち合いが少ねえから戻るまでが遅いんだよな。時間かかるんだよな。そうそう、だからその打ち合いがうまくなくてもランク上げれるから。なるほどなるほど。そうそうそう、山口さん、そこにこのゲームの魅力を感じてるんですもんね。そうそうそう、俺はそこが好き。ああ、別に打ち合いはしなく、最悪しないで勝ちたいんですよ。そう、俺はもうゼロダメチャンピオンが最高だと思ってるから。あ、なるほど。立ち回りで勝ちたい。一回舞台全員ゼロダメチャンピオンありましたよね。すげえ。どういう状況っすか、最後。エリアで勝ち。第2案縮小で待ってたら、最後のチームがエリア自身で勝った。チャンピオン。あおりじゃないですか。あおりじゃないですか。You are the champion。待ってたら。もはや、第2縮小だから、もはや銃声すら聞こえなかったですからね。どこで戦闘行われてるかもわからないまま。めちゃくちゃムカつきますよね。さすがに嬉しくなかった。意味が分かんない。ただ待ってるだけですから。エイフェックスのチャンピオンになりました。ジュール。ゼロダメ。恥ずかしかったな。かっこいいだけにダサいですね。そうそう。演出が。そうなんだよな。かっこいいだけにダサいんだよな。なんでか R99 多いんだよ、こんな。いらないんだよ、そんな。お使えねっつってんだから、これ。神がそう言ってんだよ、使え。練習しなさい。いや、回りますよ。カービンのが強くないこれ。やった、そっちがいい、そっちがいい。マスティフ・ヘムロックにしよう、じゃあ。あ、じゃあヘムロックやるよ。仕方ねえな。いや、なんか、ある。あります、あります。そうですね。あ、2本ある。はい。あ、2本あるじゃん。ここに2本あるよ。あ、あれ持って帰っちゃった。ごめんなさい。余計なことしちゃった。ボルト落とした。俺もボルトの方がいいと思うな。ダメージが下がったと。とて。いや、ボルトマジ強い、未だに。あ、そうなんですか。マジ火力下がったって言ったけど、でもこのゲーム1ってそんな違うのかな。わかんない。SMG だからね。もともとがダメージ出すぎちゃったの。なんでだよ、これ。違う、そうじゃなくて、これじゃなくて、ここにあるってこと。なんかたまにこれが、これになるんだよ。連打しちゃってんじゃないってなんで。いや、でもこれ、一回欲しい。1万6000のコントローラーだよ、これ。これさ、値段はいいだろ。そんなことなる。がっかりじゃないですか。なんか一回押したら二回押したことになるって。確かに。コントローラーは消耗品ですから。まあまあ、でもそれは。買ったばっかりでしょ、だって。いや、でもそこそこ経った。どんぐらい経ちました。
半年以上は経った、いや1年は経ったか。ああ結構経ってんの。そっか、引っ越しする前だから。そうだ、引っ越しお金ないときに嫁にすげえ頼み込んで買わしてもらった大切なコントローラー。ボロボロになるまで使えな。でやっぱりこうマイクロ、日本のマイクロソフト発売だから、そうメンテナンスし頼みやすいのがいいんですね。PS4 ってあれですもんね、なんかスカフっていうプロゲーマーのコントローラーですけど、あれ日本じゃないから輸入になっちゃいますもんね。知らんすかスカフって。全然知らない。あマジっすか。 SCUF スカフっていう、そのちゃんとプレステ、あのソニー公式のプロ仕様のコントローラーです。あるんだ。だ FPS やる人は結構多分それ使ってるプロゲーマー。あの後ろにあのボタンがあるんですよ、背面に。だからその、はいはい、こう右スティックを動かしながら他のボタンが押せるっていう。はい。まあでもそれ言ったらハードウェアチートじゃんって言われるかもしれないけど、まあ公式だから。だやたら高い、3万くらいですもん、輸入するから。なるほどな。めちゃくちゃ高い。そう、そしてちょっと修理すんのもなんか多分めんどくさいだろう。でも Apex のパッドプレイヤーも結構多くの人が、あれだよ、 PS4 の純正使ってるぜ。あーそうなんですね、純正なんだ。大体純正だよね。うん、なんか背面ボタンとかついた2万円ぐらいするやつのあれらしいですけどね。いやてか、あの背面にボタンを追加するアタッチメントが期間限定で発売されたソニーのやつ。あった、純正のやつあった、あったけど、うん、そうすぐ売り切れてなんか再販しなかったな結局。まあ、PS5 が来ちゃったんでちょっと、ああそうタイミング的にもあれだったんですけど、なんかあの純正のコントローラーを改造してなんか塗装とかいろいろしてカスタムコントローラーみたいなのが売ってるサイトがあるらしいんですよ、ね、あるあるあるけど、だからそういうそれ耐久性の問題なんですよ、ま、そういうのいっぱいあるけど。ちなみにあのなんだっけ、 SIE は SIE のあのマークがついてるのは許可してます。あの SIE っていうか、この APEX に限って言うとホリコンかなんかはなんか SIE のマークがついてるから OK みたいな話がありました、ね、ついてれば OK、 一応基準としては、基準としてはねえな。きたーマスティーフ。でもなんかきたあのゲーム周辺機器メーカーもコントローラー作り始めたらしいですね、大慌てで。ああ違う違う、シールかなんかのゲームパッドがあった。コントローラーって魅力的よね。あ、すごいいますね。うん、いる。遠いな、あそこか。あそこってなんか孤立しますね、やっぱ。なんていうか。めっちゃ平坦から。あそこめっちゃ平坦かもだよね、うん。行く必要なくないですか、だって。ないない。行って倒したとて。物資も少ないしな、あそこしかも。なんか知らないけど、あそこ人気だよね。楽しいですか。楽しいんすか、そういう理由、うん、絶対に金が落ちてるんだよね、金アイテムは、うん、あ絶対、あそういうことか。ああ乗ってきた乗ってきた乗ってきた、ね、真ん中でなんかね、あの来てる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 、はい、わかりました。人が来るんですよ、あの金キャニのあれと同じ。違うわ、スカルタウンと一緒。ちょっと四方八方から撃たれてる本当に。そう、ああなるから楽しいです。めっちゃヘイトカブだよな、あそこ。マゾですね、あそこに行くやつ。なんかあそこら辺が最終地になった時ありません？なる時ありません？ここ。もう見つかっちゃった。ああごめん、死にかけそいつ、ごめん。二人いる二人いる、そいつ死にかけ、こいつ死にかけ、こいつですこいつです。あーごめん。あれ。回復してるこいつ、こいつ回復してる。
何もできずに何もできずに引き殺されてった。もうなんで今のさ勝ったんじゃないんか、てか他のやつから撃たれたんか、あれだったら。そう、ごめんごめんなさい、ごめん。いた場所もめっちゃ人集まってくる場所ですね、うん。あ、でもヘムロックの、ヘムロックの終わったわ。お、ナイス。よし、もう、もう使わねえ。ヘムロック楽しいのに、強いのに。二度と使わねえ、ヘムロック。かわいそうな、ヘムロック。そんな嫌いなんすか、ヘムロック。うん、別にヘムロック好きだけど。あ、そうなんすか。ああ、そういうことか。好きだけど、そう、なんかちょっと飽きちゃった。今日は終わり？うん、今日は終わり。バーボックよ、やっぱ使おう使おう。てか拾えてねえな、ねえな。てかさっきからハボックと取り手でいくか。トリプルテイク好きっすね。暑い日には鉄の冷たさがたまらない。じゃーん、バララーン。今回はチャンピオンです。いやーくそー、私は今絶好調。いやー、じゃハンマームーブするか。ハンマームーブなんすかそれ。ハンマームーブ、ダメージを稼ぐためだけに。ハンマーで2000でしたっけ。2000以上。2000か。一番下が2000、次は2500、その次は3000、その次は4000。ハンマームーブっていうのは底折りってことじゃないですか。あ、ここ戦う敵がいっぱいいるってことだ。ここ、そう、大人気地帯。ハンマーってずっと戦ってれば絶対取れるんで。まあそうっすよね、一生戦ってれば。はい、最強。早っ、できるっしょ。ちょっとトリプルテイクとかいいな。無理だ、来た。あー、3倍か2、4倍あったら教えて。ありますよ。早っ。言ったもんすぐ手に入るわ。ドラえもん。行くぜ。うますぎ。スロットマジだ。なんか、敵倒したんかな、思った。うますぎる。これ、アローも出るから強えな。あ、結構ガチなんすね、それ。あ、ガチのもん、ちゃんとガチのもん出るんですか、結構。あ、そう、紫出せば。どんだけテンション上がってんのと思った、そのスロットマシンで。マジで、なんかキルしたんかと思ったよ。はい。進化シールドを見つけたわ。レベル3だ。あ、もうあさる必要ねえじゃん、もう。みんな紫アーマーになっちゃった。よしこ。あー、敵もいねえや。ハンマー取れねえ。ダメじゃん。あーもう4部隊いなくなっちゃったよ。あーもういないよ、敵いないよ。山川さんとハンマー取れたんですか。ワットソンとコースティックと、あの、自分で取れた。すげえ。でも全部2000だよ。いや俺コースティックの2000しか持ってないんで。え、ざまみろ。ね、俺がナンバーワンだ。俺も持ってるけど、あの最初の頃の弱い人をなんかボコボコにしたみたいなやつだったから、あんま自慢できねえ。誇れねえやつな。そうそうそう、前も言ったね、前も言ってたね、それ。なんか1個あった。でもちゃんと、うん、2800ぐらいの、ちゃんとしたのがあるけど。サブアカじゃんって。ただのそれ。ほら、俺あの味方にハンマー取らせるのめっちゃうまいっすよ。あ、でもなんかスプラトゥーンの上手い人みたいですね。なんかそれガチマッチの前に。あ、そうなんですか。なんか友達とやってて、あの、なんか
全キャラあのハンマー取るわとか言ってて、じゃあ手伝ってやるよっつってやってたら、なんかもう全部一戦ごとにハンマー取れてくるんですよ、友達が。すごいで自分は毎回500ダメージぐらいなんですけど。めちゃめちゃ取ってる。あげちんじゃん。あ、そうするそうするするよね。あげちんっていう。あげちんっていう。あげまんみたいな。いると思ったんだよ。どこどこ？そんなに遠くないと思います。うん、近い近い近い。この裏とかじゃない？うん、そう、そんな感じしましたよ。あ、いたいた、ここここ。死にかけそいつ。え？あ、いた。やった。ナイス。見えねえ。ついた。ナイス。隠れた。あ、ちょっと聞こえる。ここ。ナイス。あ、ハンマー取るのに大事なのはカッキルですからね。そうそう、カッキル入れないと。ああ、その時って言ってましたね、そういえば。その時もダメージ入るから、そっかそっかそっか。ちゃんとあの、とどめを割れて刺さないでっていう。フィニッシャーでも入るからなんですね。あ、そうなんですかね。そうだ、わかんない。そうそうそう。確か。めちゃくちゃ初心者だったんかな、この人。おい、ああ、びっくりした。え、もう一個は俺がっ外の方だと思います。うわ。え、どこ？おもちゃみたいな銃があった。え？ないですね。あのブラハどこで死んだ？まあ、いっか。エリア行くか。行きましょう。大して欲しいアイテムねしな。うん、なかった。行きましょう。欲しいって言ったら2倍が欲しいぐらい。俺もスコープが欲しい。あ、ありました。ん？どこ？ん？あ、これか。あ、これだ。どこで死んでんのあいつ。あのバカ3倍だし、いらねえ。ありがとうのフランシールド。あー、セルニコ落とした。余計なお世話をどう思う。漫画がすごい嫌ってんだろ、なんか。なんだっけ、漫画ってなんか、なんか押したくなりますね、これなんか。どんなこと言ってくれんだろうみたいな。あ、いる。どこっすか？上、はい、上か。あそこに誰かいる。あー、割ったのにね。上から撃つか。ジャンパー受けます。え？まだ行かないですか？あー、ミラージュが80。また回復してるか。やった、一人やった。ナイス。じゃあ行きます。あー、ごめん。そうか、そこに置くんか。もう置いたのか。かっけるえー、かっけるがいる。すぐ行く、すぐ行く。ナイス。ごめん、死にかけ、ごめん、下手くそすぎた、ごめん。ヘムロック当たらんかった。死にかけす、こいつ、死にかけす、こいつ、ここ。今行って。まだ回復しない。多分降りた、そしてこっちに。そいつ。左。いけ。よーし、よし。ありがとう。ごめんなさい。オッケー。すいませんでした。いいね、俺たち。調子いいよ。一三以外ダメージすら食らってね、ほぼ。もうボロボロあったのよ。ダメージ最後のヘムロック当たらなかったのよ。もうやだ。ダメージは出てねえんだな、でも。なんか、初心者マッチにも入ったからね、みんな弱い。なんかね。ね。手応えがない。本当にハンマームーブありますよ。かっこ悪いな。なんだそれ。片っ端から敵にぶっ壊していく感じです。ただそれだけ。殺人鬼のように砂もある。
砂もあったよね、どっかに。ああ、あんじゃん。ごめんじゃん。マジのやつは車で、いやいやいや、銃声聞こえた方に突撃してくる。おぉ。ちょっとかっこいいですね。PUBG で釈迦がやったやつだ。そう。あれ、釈迦やばいからな、ほんと。ペペ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 ってやりながら。そう。めっちゃ止まってきた。最高すぎますね。PUBG やもん。いやー。PUBG やもん。そういうの。そう。で、銃声聞こえたら、あ、いたいたいた、とか言って。そうそう。俺、何のゲームでやんの、そんなこと。そう。全員それぞれの車で、みんな全員バイクで、全力で突っ込んでくる。へぇ、あのゲームそんなことできんの？もしくは、なんか、車を縦にしながら、天井のど真ん前に降り立って、片っ端からぶっ殺していく。それがプロゲーマーなんですか、その人が。いや、もうプロっていうか、配信とかでよくやる。もともとプロチームの人だったんだけど、今そのプロゲーマー引退して、今ストリーマーやってて。プロ、引退、うん、大会とか出ないで、そう、プロゲーマーの、チームに所属したんだけど、それをまあ引退して、普通にストリーマーとして、脱退して。結構もう年齢とか言ってるとか、そういうこと。ああ、そうですね。だから、やっぱりプロゲーマーの年齢が、早いからね。早いね。だから FPS 早いっすよね。格ゲーは40までいけんのに。言っても社会俺2つ下とかだよ。へぇ。あ、2つ下かな。20代とか。29。早で、25ぐらいで引退してるよね、社会ね。確か。ああ、もうそうですね。早いんだよ。そんな見切りつけたんだ。そうそうそう。見切りつけるか。ああ、でも、もう5部隊しかいねえ。あと4部隊しかいねえんだけど。2000ダメなんか不可能じゃん、もう。まだ500だね。500だな。500か。無理だな。もう580とかダメだ。無理だ。D キャットさん。マジでやるなら、敵をいい感じに痛ぶって、回復させて、もう一回痛ぶる。めちゃめちゃかっこ悪いっすね。レジェンドに朝霞に置けんような。殺しきれないぐらいの。いや、だから、それ、実力じゃねえじゃん、それ。4000ハンマーの取り方っつって、残り一人を、1時間じゃない、ずーっと痛ぶるんですよ。縮小終わるまで。ほぼ団子じゃないですか、それ。団子じゃないですか。海外の。こいつで残り1000ダメージ稼ぎますとか言い始めて。俺のスプラトゥーンのランク並みにしょぼい、ダサいっすね、なんか。行かれてましたよ。海外のストリーマーで1万ダメ目指してる人がいて。はい。うん、その人それやってた。あ、てか1万はもう無理なんじゃないですか、そんなんだったら。無理なんですよ、そうそう普通に やったら。そう、で、なんか3部隊ぐらい相手に、もう2人ともカジュアルだからさ、2人とも抜けちゃってて、1人で3部隊ぐらい相手にして、回復しろーって言いながらスナイパー撃ちまくす。これは取れそうだーとか言って。それ1万って、まあ、でもそっか。限度があるでも、後ろいます。でも8400。後ろ、どこら辺ですか。あ、これ近い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 。これだいたいだいたいだいた。無理だ無理無理だ絶対撃つ。違う違う、こっちこっち来れます。あ、挟まれてる。こっち引いた方がいいかもしれないです。モック巻いて逃げましょう。オッケー、そっち行く。どこに巻いてんの、うん、いや、さっきそうジャンプパッドがあるから先かなと思って。いや、先したとこ撃たれるかと思って。ナイス。はいはい。いい、近すぎたらでも、まだで、いるいるいる。うわわわ。当たんねー。やっ、後ろ。あ、ちょっと待って、ウルト投げる前に。後ろはやばいっしょ。下がらした。ナイスナイスナイス。あ、これお前の？そう。うえ。もう。魚フルドなし。全然当たら
敵多すぎ、ここ。ごめん。もうやめて、それ。アシスト、アシスト。もうめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ、もう。頑張れ。お、いいよ、いいよ。いいよ。おお、いいよ、いいよ。うまい。構わない。うまいけど、マガジンがない。くー。お、俺が一番ダメージ出してるじゃないか。どういうことだよ。どういうことだよ。俺ハンマームーブするから。とか一番出てるじゃん、これがダメージ。まあ。あー、FPS 面白い。もうつまんねえと思ったゲームはねえ。もう嘘だ。何でも面白い、もう大体。嘘だ。もうどうかしてるよ、それは。面白くない FPS なのか。いっぱいあんだな。いや、でも嫁に、ちょっと前に、期待して遊んだゲームが、何これっていうやつで。なんかずっとつまんないつまんないって言って遊んでて、なんかそんなこと言うの珍しいねって言われました。あ、思い出した、 EF1 あれは面白くなかった。あ、そうなんですか。やってないんですよ、 BF1。 あ、つまんなかったんだ、あれ。あの、あれですね、あー、もうめちゃくちゃでしたよ。え、何がダメだったんですか。ゲームバランス。あ、バランス悪かった、ごめん。あ、ちょっと待って、今エラーで落とされました。なんか戻れなくて、戻れません、パーティーから弾かれましたみたいなこと言われた。おい、今向かってます。いや、俺存在が消えたんだけど。あ、そっか、ヤマクエさんの部屋が爆発したんか。国になった。俺レジェンドいない、今目の前に誰もいない。入りましたよ、大丈夫ですよ。あ、そう。ついにレベランとか死んだ。死ぬ。後ろの旗がよく見えるもん。誰もいない。あ、ドゥルドゥドゥドゥルル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 。山倉さん、ちょっと嫁が寝てるうちに聞きたいんですけど、あの桃鉄ってどうやったら勝てます。楽しむために来たの。カードゲームだよ、桃鉄は。あ、いや、それはわかるんですけど、そのどこに行ったんですか、じゃあ最初。ここで実はカードがいい感じに変えるってことですか。変えるって。ああ。場所、最初に向かうべき場所。ナイスカードで特急周遊とか、そのなんか移動系の周遊カード。あ、まあまあ、もちろん周遊カードが重要なの分かりました、あれは。それだけ、それだけ、本当にどこに行った方がいいとか特にね、後で追い返せるし、それは。ああ、そうなんですね。わかりました。なんだっけ、あの、信玄取りに行ったらめっちゃ強かった、ついにじゃない。ああ、それか。偉人か。ああ。あとは。偉人は、あれだよ。あ、でも。弁慶。そっか。どこっすか、弁慶か。弁慶。和歌山の方。なんだっけ。ああ、和歌山の方行けん。でもね、2億か3億ぐらいで買い占めできるところ。なんだっけ。山倉さんの配信3回ぐらい見れば勝てますよ、長っ。苦行。3回とかなんかまあ、後半の方が。後半の方が面白いな。いや、俺人の桃鉄そんなにもう見れないだろ、さすがに。面白いだろうよ、山倉さんの配信よ。でもあの100年決戦見応えあったな、あれな。その普通に面白かった。結果勝ったしな、ちゃんと。そう。うん。ちゃんと縛り達成したしな。残り、80何年で達成しちゃったから、残りの10何年が。もう消化時代すぎてました。ウィニングランだったからな、後半。最後の配信と俺見てない。あの、じゃ本当にチラッとしか見てないんですけど、あれちょ、うん、自分もゲームやってるんで、その時間とか。あれなんかハイライトとか あったんですか、ここみたいなの。別に動画にもできますし、普通に資金完走して終わった。そう。でもなんか改めて俺ちょっと1回目のところとか見たんだけど、はい、最初の10年目ぐらいまで俺諦めてんだよね。あ、そうですね。いや、なんかこれさ、佐久間二人に勝つでいいかみたいな、もう、諦めて、はいはい、その、縛りの難易度下げて、もともとその、佐久間二人相手に、あの、全都市、全物件制覇みたいな。ああ。
ていう縛りだったんだけど、これ無理そうだから、まあ、サクは2人相手に勝つっていいかみたいな、もうこれ無理だみたいな感じだった、最初の方。でも最終的になんだかんだで、ね、90年目ぐらいではもう全都市もう物件制覇してて、残り10年でいかに金増やせるかみたいな。え、ちなみにその嫁さんとやるときはどんぐらいの何年でやるの？10年でやりました。とりあえず10年でやってみっかっつって負けたんですよ。あ、どんぐらい何で負けた？いやでもそんなに差はなかったっすね。ただあの後半あの周囲カードが切れちゃって、あ、これ切らさないでやんなきゃいけないゲームなんだなーって思って、最後切れちゃったんですよ。ダビングしよう、ダビング。わかりますわかります。ダビングカードが欲しくて、でもどこにあるんだろうみたいな感じでちょっと待っちゃって。長崎の方。長崎じゃねえや。福岡。あと沖縄ぐるぐるでもいい。ああ、そっか。やっぱあそこでもいいんか。あそこダビング駅あるから。うん。で、あそこしかもカード駅もあるから、そこでカード買って、ダビングして、そう。で、最初の1、2年捨てちゃっていいよ。ああ、なるほど。もう、はい。特製例が無料で買えるから。そっか。あれってちょっと制限あるんですね、特製例。うん。しかも最初物件買う前だったらいくらでもいいじゃん、ぶっちゃけ。そうっすね。だから、物件売られないし、お金のマイナスは全然取り返せるから、序盤はカード集めて集まりきって5年目ぐらいからブーストしてれば5年で勝てる。なるほど。まあお互いにやってないゲームだったから、まあ、確かに、ね、負けてもしゃあないですけど、でも嫁に負けるのちょっといかんのか、許せんのか。おっと、タボちゃん神。あ、俺あの完全究極体ヤバくえになったわ。あと、カバンだけ、マジで。カバンが貧弱。あ、それがマジで。あー、やば。やば、興奮してきた。強すぎて興奮してきた。強すぎる。あれ？てか、なんかこの飛行機って飛んでませんでしたっけ？ここにあんのか？普通に。いや、飛び回ってる。が、今回のシーズンでは、なんか張り付け、いや、時間でまたどっか行くよ、これ。あ、そうなんすね。金キャニの、なんかどっかに止まって、こうやってなんか、ジップピューって下ろしてくるっていう。へー、あ、そうだったんすね。そう。浮いてる時しか見てなかった。ケアパッケージが来る。ジャンプパッド、そうだ、スライディングで乗ると、あ、ほんとや、すげえ。遠くまで行ける。なるほど。普通に乗ると高く飛ぶ。スライディング行ったくじゃん、これ。損してた。バックパックを発見。レベル2だ。大丈夫。速度には影響出ないぜ。よし、キー。バックパックレベル2俺持ってるからいいよ、誰か。もらいます。いただきます。うん、エイペックスってやっぱ操作性いいっすよね。動かして気持ちいいって重要っすよ、やっぱこういう。気持ちよくないですね、確かに。他の比べたことがないからわからないけど。ああ、そっか。ちょっともっさりしてたりするんですよ。前なんだっけ、チラッとだけやったハイパーエスケープだっけ、あれはなんかそうでもなかったんだな、昔。ハイパーエスケープやべえからな。なんかそうでもなかったっす。まあ出たばっかのゲームだったんでしょうがないかもしれないですけど。あ、ハイパースケープどこにいてもなんか全部同じような場所にいるような気がして気持ち悪い。そう。面白いか。まあ1日しかやらなかったけど。だからどこが強いとかないんですよ。全部同じような場所だから。ああーなるほど、そういうことか。そう。だからマップの楽しさが全くなくて。なるほどな。あと何が一番やべえって即断即着。打った球が一瞬で当たるんですよ。もうやべえゲームですよ、ああいうのは。何がやばいってチーターがやばくなるんですよ。あ、チーターもいいんだ。チーターもすぐ出てきたし、うん、チーターとうめえやつの区別が全くつかないからもうやだ。
あとあれっす、ラグ対策とかで即着弾系にするゲームあるけど。ああ、そうなんだ。なるほどね。待て。ヘイローとかそうでしょ。待て。いますいる。いけます負けた、ま、ごめん、負けた。なんで置いてねなんで足を切れない。足を、ちょっと回復してる、回復してる。やべ、一回引いた。そうだ、そこでない。ありがとう。完全究極体山クエダーとか、ちょっとそうに。ダウンすんかいよ、俺。ごめん、与えたけど、与えたけどもよ。こんなとこでダウンしちゃったら俺、死ぬしかないのか。いや、来てない、来てない。あ、ごめんなさい、こんなとこでちょっと。間に合う。いや、全然余裕、全然余裕。追いませんでした。こっちのジャンプタワーいいよね。回復ある？大丈夫？大丈夫。ああ、待って。こっち行くよ。ただ、さっき撃ち合ってたやつ多分そっちですよね。え？違うかな。なんかこっちしかなくない？そんなことない。てかなんであいつらとどめさせてもらったの？よくわかんない。ヤマクエさんがダメージ与えたからっていうのはわかるけど、あ、一人よくわかんない。バレた。僕もつかって押しに来るかなと思ったよね。 3人でガーって。さすがに壊した、はい、ナイス。上で足をする、上で足をする。上で足をすんな。ああ、落ちた。いた。お、いい位置だけど返せない。そうそう、ダウン、2人ダウン。ナイス、あと左の方に。ここ。おめん。ウルト投げるわ、はい。巻いたら行く。二人で押せるんじゃない。ナイス。あ、終わりました。終わりました。ナイス。来てる？デスパ。わからんね。あ、来てますね。上から。引ける？なんで俺いつもヘイト向くんだ。おー、レーザーって。引けるか？待って。はい。俺、後ろから撃たれてる。後ろにいる。俺が引いてきた方向にいる。こっち。あと1分か。逃げよう。逃げれる？こっち。どっちですか？こっち。わかりました。で、右側行くんすよ、これ。うん。こっちで地獄みたいな音してるけど。こっちに行きたい。逃げれたね。よかった。いや、医療キット欲しい。医療キット作りて。ごめんなさい、ナイス。はい、自分で作れる。大丈夫。これで、出ろ。出ない、クソ。よし、やってる。あいつら、やり合ってる。バカめ。戻ります？やってるけど。いやいや、そんな愚かなことしないよ。あ、そうなんすか。うん、このエリア入る。愚かなこと。愚かなこと。消耗してるんだったらって思ったんですけど。戻った頃に回復してるだろ、相手の物資漁って。
こんだけ逃げれたらやらん。みんなのご褒美だ。ただ油断するんじゃないよ。さて、この家取ろうかな。じゃあ、エリア外だここ。俺が一番愚かだった。忘れてくれ。こっち行こうか。残り4部隊だから、そろそろ定位置を決める。チャンピオン取ろうぜ。ああ、めちゃくちゃこもってるわ、絶対。マットそのフェースガチガチだ。ああ。じゃあ、これはどうするんですか？グレー入れて終わり。いや、いないんじゃね？もう。どこいますね。こっちから音聞こえる、こっちから。こっちから音聞こえる。こん中拝借する？いや、でも次のエリアこっちっすよ。こっちっすよ、こっち。ほんとだー行きましょう。入っちゃう。お邪魔します。通るぜ、チャンピオン。あ、ジャンパッドある方に。敵のジャンプパッドよとか言われないか。ジャンパッドいっぱいあるよ。ジャンパッドあっても別に脅威じゃねえからな。いたってことで。シーラーありますね。タレット。ランパートがいた。山階さんの上にあります。あるじゃないですか。ランパートがいた形跡があるね。俺、優長生だから、医療キット作っちゃうんだ。しゃあ。何の音？ランパート。シーラの音。こっちだよね。うん。銃声をそっちにします。いただ。やれ。15。たまねえ。見えねえよ。シーラのリロード初めに。無理だよ、実戦で。当たるわけはねえだろ。ケアパッケージが来る。みんなのご褒美だ。撃て。やれ。バラ負け。頑張れ。音だけすげえ。一発も当たってない。本当に一発も当たってない。かっシーラってあれかな、エイムアシスト効かないのかな。あー、そんなような動きにしてめちゃくちゃ大層な音すんだそれ。あ、この赤い線で合わせればいいの。あ、こっちいます。いや、丸に合わせてよ。撃たれてる。ああ、ここだ。どこらへんすか。そっち上。こことここへやり合ってんな。打ち合ってる。こっちの、うん、打ち合ってんね。俺ら家いていいと思う。あいつらエリア入ってないよね。うん、入ってない。これだってこことあそこ、これでしょ。じゃあこれ打ち終わったら突っ込みます。いや、こいつら多分、殺し合えないと思う、結局。あ、そうなの？エリア突っ込んでくるときに、お互い消耗するから、そこ、やろう。わかりました。じゃあ、この中にいるってことですか？うん、ちょい待ちで。この中で戦う？来ました。上のやつ。来るだろうな、そら。やれ。来た。何？ウルト投げた。お前ナイス。あら、あらそんなに畜生。
なんで負けたの今。ダメージ引く。マスティーフ最強。そんなに？そっか。悔しい。あのハボックってあの覗いた方がいいですか？覗かない方がいいですか？覗かないと多分きつい。ああ絶対覗く。暴れ回っちゃうと思う。わかりました。腰打ちハボックやばいと思う。多分反動が。いや今俺はでも改心したよ。今俺は改心した。改心した。うん、俺はダメだな。俺今改心したよ。ごめんな、石よ。どういうことですか？俺はね、石の言う通りちゃんと行けばよかった。これ行きますって言ってた時、俺はいや、ここは町だっつって待った結果ボコボコになった。そういえば俺はレブナントだったと今思い出した。我に返る。だから思ったんですよ。ここにいてって思ったから。そうそう。デストーテもあんのに、俺は一体何をしていたんだ俺は。あそこで待って。コースティックとワトソンの戦い方が染み付いてしまってる俺は。体に。どんどんやりに行かなきゃダメだな。ハンマームーブに行きましょう。ハンマームーブ、サンマームーブの時調子よかったもんね。あ、なんか、そうですね。最後4パーティーぐらいごちゃってなったから、負けちゃったけど。この FPS なんか待ち弱い気すんだよな。コールデューティーだったらまあ、待ってたら強いけど。この私がジャンプマスター。難しいなぁ。まあ、3人だからね。PUBG とかイモリゲーだけど。うん。1人プレイはイモリゲーだけど、3人だからね。全然立て直し効くし。でもなんかこのゲーム、他の FPS やってた人が、いや、やるゲームないから、この Apex やるかって言って、なんかちょっと苦戦しますね、やっぱ。違うなぁ。あ、そうなんだ。ヘイローで苦戦してた。キャバスターしよう。キャバスター。じゃあこれ、ね、来てる。このえいやえいや見えないですけど。来てなさそうですね。大丈夫です。じゃあ今回のこのマップはなんか評価いいんですか。なんか評判悪かったっすねこれ。もともとなんか漁夫しやすいみたいなことですぐなんか終わっちゃうからあんまり評判良くなかった。けどこのまあちょっと生まれ変わったじゃないですかこれ。おうおうまあまあ相対的に評価そんな変わってないと思うよ。あ、そうなんですね。うん、だやっぱ結局文句言いたいからさ、みんな。キンキャンには却下にってことだけ言いますね。結局、キンキャン楽しいよな。うん、ああ、素人目からしても結構そうなんですね。でももう俺はね。こういうゲームでマップバランスつくのって難しそうね。でもさっきのあの白いところはやっぱりあれですよね、あの広す遮蔽物なさすぎません？ないないっすよね。素人目でもだからジブが強いんだよ。自分はそっちの方が好きなんですけどね、いっぱい打てるから。オリンパスだからすごいあれなんていうの、スナイパー強いよね。そうっすね、チクチクいじめるの好きなんで。ああそうなんか、わかる。俺はそっちの方が好きですけど、みんな金ちゃんには好きっていう。俺はオリンポスの方が好きだな。突っ込んでは。金ちゃん的に見にくいじゃん。もう好きじゃない。なんかあった？ホールド。バトルフィールド勢の。いや、あそんななかったっ。あ、そう。確かに。バトルフィールド勢の意見。確かにバトルフィールド勢だからか。ヘイローの。ホグ乗っていこうぜ。F めっちゃ開けてるんで。エヴァ、スピファ、ハム、シオルタ、あ、これ見てる。俺の舞台、俺だけ船に乗せないで置いてかれたりするから。先行かないでよ。船残ってねえか、泳いでくし。懐かしいな、バトルフィールド。楽しいね、バトルフィールド。いや、楽しかった。楽しかったけど、長かった、ワンプレイが。まあ、めっちゃ長いですよ。長い。1040分ですか。そうっすよね。40分ぐらいかかりますよね、一戦。エペックスの倍以上かかる。倍どこじゃない。下手したら。だって死んでも負けじゃないか、終わりじゃないから。
そうなんだよな、こういうゲームって死んだらすぐ次に行けるんだよな、下手くそが。だから下手くそでも楽しめるってところがある。その下手くそずっと負け続けるけど同じ部屋で、それはあるんだよな。またピネータ、またピネータ、懐かしいになる。コールビューティーでしょ、ビューティーか、あれあれはコールビューティーか。今はいやでもなあ、あったな、その弾丸投げない。あ、ヘムロックだ。すでにリングの中だ。気晴らしに走り回るかね。ヒーローゼみんな大好き、ヘムロック。お、実在する武器の名前なのこれ。いや、自分ちょっと銃火器に詳しくないですけど、多分ないんじゃないですか。これなんかファンタジーエイペックスですか。エイペックス。いや、多分実在しないです。あ、しないんだ。まあ、に形が似てるやつとかありますけどね。さすがにゲ元ネタってありますよね、きっと。あ、それはネタは似てる武器はあると思いますよ。あ、それはあるんだ。うん、あ、そもそもオリジナルでもないんだ。あっちのゲームなんだっけ、名前出てこねえや。タイタンか。タイタンホールの武器を経由してるんで。あ、そう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 。タイタンがそもそも、だいぶ独自の世界観だから。ファンタジーだから、タイタンホール。そう考えると。へぇー。でも、あれ、自分銃あんまり好きじゃないから、なんかわかんないですよね。こんな、あ、ブラブラだ。これがいい。なんかなんだろう、ほらコールオブデューティーとかバトルフィールドってこう実在する銃が使えるからこう盛り上がったりするんですけど、なんかわかんないんですよね、それが。別に銃が好きじゃないから。プラウラーとかめっちゃ P90 に似てますよ。 P90 っていう銃。確かにそれが実在するかどうか俺マジでどっちでもいいな。しかもなんかそのコールオブデューティーとか実在する銃だったりすると全部型番なんですよ、なんて言ったらね、この、はい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 、さっき言ったら P90 で、でこれが M401 でみたいなこと言われて全然覚えらんないんですよ自分。プラウラーとかさ、そうプラウラーとか。X っていいね。なんかそう分かりやすいですよ、だから。分かり色で分かるし。ヘイローなんてもっと分かりやすいですよ。ニードラーって張り付いてますからね。めちゃくちゃ若いするでしょ、なんかドラクエの呪文みたいな見たまんまのネーミングセンス。投げ物もらっとくか。どっか投げ物あった。投げ物どっかありましたね。全然覚えてる。あ、マンガスみたいだ。俺モバリス持ってるから死んでも言えな、すぐ起こすから。了解です。ってことは山口さんが死んじゃいけないってことですね。それ。いや俺が死んだら俺のやつは漁って。ああ、なるほど、わかりました。で、うん、モバリス。まあでもなんでかっきるまで入れられるんですか山口さん。かっきる、いや前提で。今起こすの時の話しない、ダウンの時の話しない。いいや、俺が死ぬね。山口さんは死ぬことはってなんですか。俺は死ぬ。もうシールドもあらずに。俺さ、今85ポイントあるけど、はい、アーマー進化させる？ああ、そっかそっか、そういうもん、青から紫に。そっか、紫にしようじゃ、うん、俺も。135あればいけるけど、俺が、ちょっと待って、今、5ポイント。65しかないよ、俺。いや、いいっすよ。65しかないっすよ。これで90になった。90になった、今。2回進化できるぞ、俺。そっか、そういう考えなかったんすよ。意思60段だったら1回進化できるよ。わかりました。くれ、アーマーだから。こう、はい。で、これを持ってもらって、
あ、じゃあこれ、でこれを持って山家さんがそう作って紫に移動する。そう、俺が2回やるから。さすがにもう8部隊だからさ、次の戦闘多分相手赤なんだよな。赤か紫にはなってるから。アイシーくれ。あ、まあ、はいはいはい、はい、でこれで、これを持ってもらえばいいです。待って待って、はい、いいよ。でこれ俺がそうで、あと100だから100、それで紫になる。本当だ、無責任。よし、えい、いいね。くう、敵いねえな。またエリア入ってるし、次も。おー、ちょっと探し行くか。視聴者減るわ、そりゃ。いた。なんか殴り合ってる。パンチしてるんですか、パンチ。殴り合ってる。パンチ、なぜこの。ウルト投げですか。あ、入る、あそこに。入った、入った。入ったけど逃げたよ。あ、でもまた。ああ、また登った。うん、登った。登り直した。あいつら何だったんだ。どうします ここで撃ってたって。でもあそこにいること分かったから。分かりました、戻ります。じゃあ一旦引いていいと思う。うん、なんかああいう打ち合い野良で しないんですよね。なんかこうお互いに死なないのに、なんか打ってたらなんか敵が来そうで。そう、多分来る。やばそうっすよね。 あんまりああいうのってよくないなと思って。建設的ではないの。やばそうっすよね。あまりよろしくはないかな。ほら、やり合ってるよね、今。やり合ってますね。行きます？行かなくていい？いや、多分また遠くでペチペチやってるだけだと思う。本当にあんまり意味ないな。だダウンの数字、ダウンのキルログ出たらでいい。うわっ！そう！ん？あの距離狙ってくんの？俺のこと。バカじゃん。くたばれよ。もう何していいかわかんないから、じゃあ山口さんについて何すればいいの、その間。全然面白いよ。こっち行きません。わかりました。エリア見てから出てくれ。ああ、そうですね。うん、めちゃくちゃ流されるクルーみたいなところ。多分俺らずっと見られてんだよな、こっち。撃たれて撃たれて、いって。エリア収縮見てから、収縮見てからジャンプタワー余裕でした。梅原が実際言ってないことか。待って、シールドをリチャージする。少し止まる。おい、どうしたんすか。ザリグじゃん。え、Dキャットの読みが的中した。なんかどっちにしろこっちいたらどっちにも行けるかなって。さすが。ちょっとこのケアパケ開けていい。熟練の開けましょう。おブラウラーじゃん。また俺持ってるよ、ブラウラー。あ、いや待って、このリスモンビーコンを俺がもらおう。あ、俺ら無敵になった、これで。またあ、来てます。サイドどこですか。クッキー売りじゃなさそうだ。クッキー売り、クッキー売りです、ね、じゃないって言ってるじゃん。え、どこ。ああ多分こっちの家の方に行きましたね。ああ、了解。じゃあリグ行かね。ここからリグ、このジップ乗って、そっち。了解了解です。行きます。起きてるんだよな、多分な。おー、怖え。
怖っ。その坂の上っすよ、これ撃っちゃってんの。じゃあ俺の方撃たれて今どうします。家入っちゃう。山倉さん、また家、また家入ってんじゃん俺、さっき反省したのに。俺はすぐに家に入ってしまう。あぶねえ。今すぐそのトーテム置いて詰めに行きましょう。愚かすぎるだろ。あまりにも。今すぐトーテム置いて、今すぐジャンプパッド置いて、とにかく前に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 。意味がわからん。多分敵の目、あの打ち合いになってる頃にはね、トーテムの方が切れてる。特権切れてる。待ってー。俺30ダメしか当たれないよ今日。あーあーあー、ランパートいるわ。あーランパートめちゃくちゃやってる。ああすげえや。あーめちゃくちゃやってる。あそこ楽しそう。でどうすんすか、山倉さんの家の中っすか、山倉さん住んだか。ええですか、こもるっすか。いや、敵の場所がわからない。真上にいたじゃないですか、そこのジャンパで詰めに行かないですか。行くか、あそこまで。あそこまでジャンパーまで。プラーラでプラーラで全部クロスするんですよ、これ本当に。上やってますね。やってます。しかもやってる。そう言われましても。そう言われましても。みんなやる気っすよ。みんなやる気っすよ、山倉さん。え、どこ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 、山倉さんの一存に任せます。どこっすか、この上っすか、ここっすか。そこです。そこじゃないですか。ここだと思いますよ。うん、ここじゃない。ヤンパでいけるかな、わかんないけど。上？あ、家入ってんじゃん、家入ってんじゃん、ここ強っ。強っ。強っ。結局でも窓からまた撃たれますよ俺ら。でも妹っても俺ら弱えんだよこのパーティー。もしくはあのあれですけど、一三のウルトで下ろす。屋根の上にいるやつをウルトで下ろす。下ろす。でも降りるかどうかわかんないんで、あんま意味ないですね。うん。確かにダメージ確保残る可能性あるからね。痛い痛い。全然残ります。痛い痛い。いたいたいた。いたけど、そこでやり合ってんだよな。西軍と東軍でやり合ってんだよな。こっちとこっちで。俺らその間に挟まれてんだよ。次の収縮を待ちましょうってこと。ここだよね。何がすか。ここだよね。次のエリアってことですか。いや、敵です。あ、いますいます。だって多分こことその右側のなんかやってんだよね。ね、遠距離のこの。え、あと一本は。うーん。あ、痛い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 。あと一本開けてる、あそこ。どれ。開けてる。ここにいる。ここにいる。向こう行ったなぁ。でまあ4パの1割れたから、あとはあいつらがこの家入ってくるんで、そうなったら戦おう。頑張って。家入ってくるんで100パ。これで優勝してもなんかっぽいかな。いや、これがエイペックスよ。なんか、おとき交流家の中入ってる。ルルルル。え、嘘、ごめん。サイレンス、サイレンス。サイレンス、サイレンス。もう。声が聞こえるようじゃねえよ。頑張れ、ディキャット。まさか先に降りてくると思わなかったな。なんでこいつやり合わねえんだよ最後まで。いや不毛だと思ったんじゃないですかさすがに。ずーっと気づくの遅えよ。まだいるんですね。あそこ入ってんだ。しかもうわめちゃくちゃ漁られてるわ。もう最悪、ランパ倒しきれねえし。なんか俺も一瞬に死んじゃったし。で、あのランパ倒せてればな、3人で。なんか、いるなーっつって、ヘラヘラしてたの、3人で。いれいれいれっつって。最初ランパ一人で入ってきてたから。なんであれです、あんなすぐ死ぬ。
それ何 ?G7 じゃないの ?G7 です。自分のですよね。うん、スキンかっこくれ？なんか PS5 のコントローラーみたい。かっこいいスキン。あ、エスさん、こういうの見ると、おい欲しいなと思いません？こういうの。思わないですよ、別に。なんですか、別にどうでもいいです。なんかこれ。思わないんだ。思わないんだ。かっこいいのになぁ。思わそう、本当に。PS5 のコントローラーみたいって言いましたけど、別に。銃が PS5 のコントローラーみたいな、別にどうでもよくないですか？うわ、やべ、俺らのリスポンピークを使われてる。敵に死を送ってしまった。悲しい。このスピークで押してやるからな、とか言って。よろしくな、みたいな。うわ、玉抜けしたね。え、起こしたんだ、あそこから。グレー投げたりしたら。まあ、よく考えたら、あそこでランパの部隊倒してても、漁夫来てたな。やっぱりさっさと乗らないといけないっすか。いやー、一バレしてんのきついね。きついですね。やっぱ敵倒しに行かないとダメだっすね。倒していかなきゃダメだな。でも無理だろ、あの高い位置。どうしたらいいんだ、あれ。あれこそジャンプパッドで、横の方から移動して。うお片方倒しても片方にやられるだろ、あんな。ああ、そっか。そう、だどっちかがダウンするまで待とうと思ったら先に来ちゃったんだよな。むやみにドアとか開けない方がよかったな。通っても置いてぶっ殺していきましょうって。ダメージだけ出してな。あ、本当に。もう、あいつらやべえって思わせれば、ついてこないですから。確かに。いや、今の判断むずいなぁ。どうすればよかったんだろう。正解がわからん。プロゲーマー教えてくれ。とりあえず、家にいたやつ、多分、玉ダメで倒せたんで。だシンプルに、そうだな、打ち合いで負けたのがいけないな。それが一番最高。そうすよ、やっぱり、俺らは。すべて倒しに行ったのが。結局、あそこで打ち合いに勝ってれば、別にこんなことになってないもんな、そもそも。うん、こんな、オクタンがこんな潜む場合、潜むことにならなかったんだよな。退屈だっつってんのに。足音するね。おおお、カヤの外、カヤの外。いいぞ、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 いいぞ。ああ、変なレース。ああ、ああ、来たり来たり。まあ、積んでた。いや、あの家いないと思ったね。いや、いました。あ、分かってたんだ。いたの分かったんですけど、じゃもう一回やらせてくれ。場所なかったです。ずっともう一回あれしてくれって言ったじゃないですか。うん、18キルぐらいして。クレ入れたいだろう、やっぱこれ。そこまで行ったらダブハン取りに行きます。ダブハンは取りたくねえ。なんで?20キルですね。20キル?1 試合で。1試合20キルか爪痕ね。4000ダメかダメ、ダブハン。ああ、ダブハンか。間違えた。多分お互い脳内、そう、ダブハンを爪痕と、そう。走ってるように思ってた。20キロか。20キロ急に裏切るように修正してこない。俺がな。俺、めっちゃ共通認識が入る。急に裏切ってくるわ。急に手のひら返した俺。あ、それ、あれな、爪痕な。さも俺は、会っていたかのように。初めからそう言っていたよ、みたいな、つらして。そう、本当に。すいませんでしたね。悲しいな、つって。デス数239の150だから、あと61デスするまでに100キルすれば、キルレが 0.75 になる。1位じゃないですか。それでも1位にならない。そんだけやっても。でも61デスの100キルだろ？
1回死ぬまでに2キルすらいいんでしょ。そう聞くと簡単です。何一回死ぬまでに2キルペース。やっぱダメだ、待ってるとどっから来るかわかんねえから負けんな。うわダブハン4000かっこいい、覚えた。ダブハンってことは多分速攻降りるだろうな、ダブハンの人は。そうだよな、まあそりゃそうか。うん、興味ないもんな別に。生き残るとかじゃなくて早く戦闘したいっていうこと。あー違う、待って待って、おつけおつけおつけ。レア以上のアイテム獲得してアニバーサリーを祝おう。レア以上のアイテムってどういうこと。あ、それ全く意味ない。ごめん。あ、でここにしよっか。もうここに。ジャンプ、ジャンプマスタープレイヤーの判断間違えた。ジャンプマスタープレデーター見た今の俺の強そう。勝利の野人に出る、やるよ。こっちに見えたから。クイックドローホルスター好きな人いんの。やったーって言ってる人いんの。マスティフショットガンを発見。あ、じゃあマスティフ持ってっか。マスティフ当てよう、ちゃんとスライディングしながらとか。マスティフ、このゲームなんか練習するチアみたいなの作ってくれよ。まあ、じゃあそういうのを作らないからなんだよね、やっぱり。とりあえずこうオンラインマッチに参加させたいからそういうことをしないんだよね。確かに。しかもチュートリアルすごい不親切だよねこれ。いやてかバトルロイヤルゲームって大体そうっすね。あ、そうなんだ。フォートナイトなんて全然ないっすもん。だからやって覚えてみたいな感じ。だからそのなんだろう、初心者もいるっていう、そういう環境多分作りたいんですよ。おお。フォートナイトやった後にエイペックスやったんで、チュートリアルがちゃんとあるって思いましたもん。あ、逆に、はい、ないようなもんだけどな。まあでも基本的な操作と、あのどういう使い方。え、これマスティフどこやった。取っちゃった。マスティフあれ2個あったよね。1個取りました。なんかシグナル来たから。で、2個あったよね。ピーンって。ここら辺でしょ。2個ありました。あれ、あー、あれ何 D が持ってきてくれてたの俺に。いや、ただ捨てただけです。そうだよね。はい。あ、2個ピコーンってなったよね。これじゃん、これじゃん、これじゃん。あ、あったあったあった。ありがとう。2個ピコーンってなった気がしたんだよ。ありがとう。あ、これか。リングはすぐそこだ。あと30秒ある。わあ、ゲーム面白いね、たくね。どういう感情。いやいや、仕事行きたくなくないですか、やっぱゲーム楽しいって。ああ。普通にそうなっちゃう。いくつになってもそうなっちゃう。ギャース、あー、あるよ。くー、お、おい、スタマが。リングが移動してる、急げ。まあ、この鳥手についてる俺このチャーム気に入ってんだよな。どんなチャームすか。チャームってかキーホルダーか。そうそうそう、気に入ってんだな。見えないですよ。まあ見えない。打ってる本人は別に見てない。で、気に入ってんだよ俺は。どんなんなんすか。そこは見えないでしょ、だって。
どういうのか教えてください。聞いてんだよなってね。口で説明するのむずくないでも。チャームの形。いや、なんかアヒルのやつなんだよとか、なんかあるじゃないですか。あ、違うんですか、なんかそういうの、ね、ライフラインの家族の写真立て。ああ。写真立てなのか。なんかあの、ドッグタグみたいなもんじゃなくて。ペッ、なんか。写真立てみたいな。みたいな形のやつ。そうなんかロケットみたいな感じじゃない。そうですね、ロケットみたいな感じじゃなくてですね。写真立ての感じ。写真立てなの。額に飾ってある写真みたいな感じ。みたいな感じ。あ、危ない。で。まあ、スティーフ。新しいキルリーダーよ。背後に気をつけて。イエーイ。さっきの人みたいにスライディングしながらマスティフ落ちたんよ。あれむずいっすよ。ああむずいっすね。やめとくか。そこまでいってないっす。あんまマスティフ走り打ちすることって機会ってあんまなくない？打ってすぐ移動して、打ってすぐ移動してみたいな。そうそう、基本的にはこう、打って隠れて、打って隠れてってする。銃だから。こっちから落とすよ、こっちから、こっちから落とす。敵確認。この奥から。今、ドア開けた？開きました。あ、閉めた。銃声するね。なんかでも遠距離のやつを撃ってるみたいな感じの音がする。あ、インファイトじゃないね。どうした。行くか。はい、向かってます今。山川さんに向かいます今。今。ここね。この家、この家。に行きます？ウルトを焚いて。待て、近づく。はい。お。一人倒した。死んだ。回復中、援護して。一人倒したよ。待って、今やばい、かさん今行く、今行く。上だ。上。終わった。こっちにもいる、こっちにもいる。家入った、家入った、家入った。デスパーもいる、これ。ごめん、ダムさん。ごめん。今の打ち合うべきじゃなかった。こいつ、死に。ちょっと待っただけ。ちょっと奥にもいる。ちょっと俺、家の中。D キャットさんといけるかな、わぁ、マスティーフ。やっちゃった。パンチ出しちゃった。うわ、起こされた、最悪。レイスったら勝てたな。来てる来てる来てる、やん、来てる、ディキャスさん来てる。これ。あれ。ディさん、くう。すげえ、いいですよ。ラスト、次へ。はい、わかりました。そうですね。はい。俺も、やだなぁ。またやるよ、これ。ダメだな、やっぱ。いや、でも、あとちょっとチャンピオンだったら今。
うん、確かに。そうだ。あとちょっとチャンピオンだって今。もう。でも今のでいいんだよな、俺たちはな。まあまあまあ、最初1人ダウンさせて、でも、1パーティーじゃなくて。2パーいたけど、俺たちはこれでいいんだよ。うん、これでいいんだ。これを繰り返そう。そう、ちょっと打ち合いを繰り返したい。ああ。今回って近々出るゲームって少ねえの。まあコロナのせいで開発時間かかってますからね。なかかりますね、やっぱ。うん。それが一番でかいんだろうなって感じ。なんかフィギュアとか。あとCER なんとかってやつ、あれじゃないですか。シフト指定とかの。ああ、セロ。CER。あれの、ああ、そういうことか。あれが遅れて、それで、はい、ああ、それが遅れるっていうのがあるみたいですね。ああ、そっかそっか。審査が遅れちゃうのか。なんかフィギュアの工場が遅れてて、はい、だからラブデリックのムーンのフィギュアが最初12月だったんですけど、なんか3月になりました。ずいぶん遅れた。もうオクトーバープロジェクトじゃないもん。そういうのもあんだよな、工場が。なんかゲーム業界もノーダメージってわけじゃなかったんですね。いや、そりゃそうっすよ、さすがに。開発がめちゃくちゃ遅れてるって。結構あるんですね、そういうの。うん。リモートがうまくいくわけでもないから。ゲーム作るの大変だよ、マジで。銃声聞こえない？わかんないです。あ、こっち女性聞こえる。はい。向かいます。待ってください、今行きます。山倉さんも走ってます。下っすか。うん、ここ。待って、撃ち合いに行くような。あ、こっち行くの。あれ違うな。どこす、どこだ。あれ女性、え、あれ女性しなかった。知ってました。やべえな、回復されてるからいないか。ホップアップを発見、アンビレシーバーだ。この感じ知ってるわ。足音聞こえる。まるで聞こえるよね。みんな警戒を怠らないで。こんな遠い足音聞こえてる。これ下か、下っぽいですね。この真下くせえな。あ、落ちちゃった。いた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 。一人ダウン。あれ下降りた？降りました。あと。あと一発。こいつ、こいつだけ。こいつあと一発。あ、逃げた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 。レース逃げた。そいつ死にかけ。ここ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 。当てろ当てろ当てろ。当てろ当てろ。え、どこ？ラストじゃなかったですね。あれ？
どこ？残り10秒。リングはすぐそこよ。リロード中だ。もう起き上がることはないな。よくわかんないけど、まあまあ。キンノックではなかったんで、多分どっかに逃げましたね。あ、上か？あ、上っぽいですね。あ、ショットするよね。いた。上やっぱ。上いました。オッケー。一人？いやー、わかんないです。あ、やべ。一人。かっけるとこに来た。舞台は半分しか残ってない。叩き潰す。また行ってる行ってるって。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。下すか。いや、起こしてほしいかも。ちょっと近くにないんで。がえなんで。ホライゾン。ホライゾン。なんで今の負けんだ。14、19。しゃあねえよ。下手くそすぎんな。行こう。ナイス。あと一発。え、どこ？逃げた？いや、下水のとこにいる。あ、そんな逃げてんの？終わりました。終わった。うわっ。起こすよ、石。いや、ビーコンですね。うん、大丈夫でーす。チャンピオンいけんじゃねこれ。さっきの自分の下合わされるか。まだレベル1だし、シールド。ラウンド1だから別に、ゆっくり漁ってからでもいい気はするけど。とか言いつつジャンプタワー使うやつ。あ、結構近いじゃん。全然あさってからでもいけそう。じゃあ取ってきます、ちょっと。うん。エリア入るだけなら全然。お、2倍来たー。来ちゃう。うん。ありがとうございます。いい。え、撃たれてる？いや、違います。じゃあ銃声だ、普通に。回復中、援護お願い。あー、取り手もいいけど、トリプルテイクもいいけど、マネーだ。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。シェルなかったら分けれますよ。あ、すいません。ヘビーアモがいる。
ないか。レプリケーターが来るぜ、アミーゴ。ヘムロック、ヘムロックにしよう。弾がないから。あ、セルはもう大丈夫だ。ヘビーアモがねえか。どこで撃っちゃってんすか。わからん。どこ？ああ、ここ。くっそ。やりきれんかった。下手っぴだな。死にかけた。いるいる、下にいる、下にいる。これのウルトです、これ。わからん。ああ、ごめん、なんだ。あれ、撃ち合いどうしたらいいんだ、俺。カービンはあの距離だったら覗かない方がいいのか？わかんねえ、マジで。ちくしょう。わかんねえ、ちょっと待って、あれ、カービンどうしたらいいん？ちょっともう一回やりません、さすがに。もう一回やるか。相手腰ダメだったんか、あんな移動するか。ちくしょう。なんか俺このゲーム反省して分かってんのがダメだな。今合わせばよかったなじゃなくて、あ、ショットが終わったんだ俺。もうさあ、なんでさ今の。ちなみにあのなんだっけ、あのドローン動かすやつ、クリプト、クリプトのあのウルトのあの分身パイ出すじゃないですか。あれはなんか対処の仕様があるんですか。あ、ミラージュ？あ、ミラージュっす、ミラージュ。あ、じゃあ、クリップ、ミラージュの、そう。分身って？ミラージュのウルトです、あの。うん。あ、違う、ミラージュじゃん。ミラージュだ、ミラージュ。ミラージュは、あれはもう、銃で撃ってくるのが一つしかないから。あー、見た目とかじゃ全然わかんないですね。あ、全部一緒。しかも今、全部足音ついてるから。あ、なんかその周りで動いてるやつは勝手に動いてるんですか。あと連動してる。ああ、じゃあ分かんないですね。分かんない分かんない。でも出した瞬間だけは分かるから、ずっと目で追ってればって感じ。うん、まあそうっすよね。まあじゃあ景色、そいつを中心にパーって6体出るから。じゃあ至近距離出されたら結構だりいのか、あれは。そうそう、まあ、出しながら出てきたらもう分かんない。だから逃げるときにそれ使われると結構きつい。ああ、逃げやすくはあるけど。賢ければドロップシップから出ない。あ、このジャンプ多分チャンピオン取れる。お、どういうこと？これチャンピオンジャンプ。そんななんの？あ、このチャンピオンジャンプ。俺が今名付けた。このジャンプはチャンピオンジャンプ。ほら、もう降りた瞬間もうワンパ終わってる。このチャンピオンジャンプ。あ、もう勝ったわ。
ットファイアにするか。拡張ライトマガジンを発見。レベル3だ。スコープを発見。近距離用だ。ああ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。すごいピッチだから、いっかこれで。3倍か24倍が欲しいです。あ、24倍ありました。お手数おかけしました。スコープのことあんま食ってね。ほら、チャンピオンジャンプだっただろ、全員紫も。いやでもなんか確かに装備すごいっすね。なんか金があるよ、俺も、ね、1個。おらい。あまりの紫。うん、もう高専大丈夫。強すぎ。チャンピオンムーブどうするんですか、次。問題はそっからだな。山積みじゃないですか、ね、問題はこっからなんだよ。めちゃくちゃ問題あった。こっからの動き方がよくわかってないんだよ。ボルトある。ボルトありますよ。スナイパーマガジンとかスナストあったら欲しい。スコープを発見。中距離用だ。あ、スコープある。シールドセルを発見。残り45秒でリングは。セルも死ぬほどある。ここはされんのうまいな。ここってやっぱ結構高いんすよ。そういう物資が多い。物資アイテム、じゃあ物資ランク、あ、どうだろう。ハイティアかな。バットライン、いや、やめとこう。スナイパーストックが欲しいかな、それだけ。あとはもう俺は他には何もいらない。もうチームも名誉も金も女もいらない。スナイパーストックスあればいい。新しいキルリーダーだと。なんかないのかな。本当だ、またまあった。あ、まあ、5個あったら紫。ありましたね。結局。すごい。うますんぎ。よっ。お前だろ。俺だよ、離れてる。いや、俺だよ。あれ？散らばってんの俺だよ。ああ。2人は一緒にいる。使用所空いてるから敵はいそう。行きます行きます、今向かいます。うん、あ、全然突っ込まないからいいよ、ゆっくりでいいよ。スピットファイアの固執ダメって強いですか。そうでもない。強い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 。強います。ああ、じゃあ。強い強い。スピットファイアでもいいのか。なんかこのフラットラインとスピットファイア覗くと足遅いって言われたんで。そうそうそう。至近距離は。フラットラインはもうめちゃくちゃ腰打ち強いぜ。ここから行きます。ヘビーアーモの武器好きすぎるな、じゃあ俺。ここ。外れがねえ、ヘビーアーモに。あ、いや、リピーターか。大ハズレだな。向かってる向かってる向かってる。あれ、ここね。はい、じゃあ行くとき行ってください。 やってください。それ、うん、いや、これ行くの愚かでしょ。
か、あそこか。チュンチュン撃つしかないか、こうやって。外すな、今日。いや、当たんね。いや、何も見えん。あ、スナイパー強えや。くぅ、一人降りてたんだけど今。うん、え、でも10部隊30残ってんな。どうしますそれ。ここにずっといます。またキャパってありますね、すぐ近く。嘘、気づきませんでした。めっちゃ近かった。あ、終わった。ブラブラ、今使えねえな俺。終わっちゃった。そうなんです、あなたです。ブラブラいいよ、使って。いや、敵いますね、こっち。いますよね。レブいましたね。レブいましたね。どっからかはちょっとわかんないです。そっちってどっち？今二人がいる方です。ここに飛んできた。オッケー。あ、プラマイするか。オッケー。あ、いた。また始まっちゃった、あっちで。行きます？これは行くか。終わりました。さすがに。チャンピオンと。ここに、この辺にジャンパ。切れちゃうの。やべ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 、おぶね。あ、来てます。あ、別だこれ。ちょっとウルト投げる。はい、早くして、早くして。ダメージ当たる、ダメージ当たる。行くしかねえ。ここにいる。待って待って。いや、待って待って待って。俺、スナクラで死ぬ、これ。もう、マジか。なんでや。ちょっと待って待って。何パイんだこれ。え、一歩だけ違うよね。もう無理。いいじゃん今の振り方があったんよ。一歩だけ今二パイいたよね。あー悔しい。あ、違う、俺らのトーテム使ったのか。え、まだあったんすかあれ。あ、そうだね、2パイリオ。そう、2パイリオ。うん、2パイリオ。ちくしょう。今日ダメだ、寝よう。今日寝ましょう。次にしましょう。くそ。お疲れ。お疲れ様です。またな。またやっていきます。お疲れ様です。おやすみ。